はい、皆さんこんにちは。本日の、進行を務めさせていただきます、栃木県産業労働観光部国際課の中山と申します。本日はよろしくお願いいたします。不慣れな点もありますが、精一杯務めさせていただきますので、まあ、長丁場にはなるかと思いますが、皆さんどうぞお付き合いいただければありがたい、幸いでございます。では、本日の、パネルディスカッションのですね、まあ、趣旨ですとか、目的について、栃木県高齢対策課の岸本より、説明申し上げます。では岸本さんよろしくお願いいたします。皆様こんにちは。栃木県高齢対策課の岸本です。本日は外国人材活用促進ウェブセミナーにご参加いただきましてありがとうございます。このセミナーは県内介護事業所等の皆様に外国人介護人材への理解を深めていただくことを目的に開催させていただきます。さて、県では毎年12月に外国人介護人材に関するアンケート調査を実施しており、県内介護事業所の皆様から外国人介護人材に関するさまざまな課題、ご意見などをいただいているところです。そこで本日は皆様から寄せられたご意見、ご質問にさまざまな立場からお答えすべく、外国人介護人材活躍の最前線から県内介護事業所や専門家の皆様にご参加いただき、パネルディスカッション形式でお送りしてまいります。また外国人材の今そして未来を知るをテーマに、業務からプライベートまで県内介護事業所で働く外国人材に密着取材をしてまいりました。県内で働く外国人材の実情を見ていただくとともに、まだ十分に認識されていない外国人材の今後の展望や将来性について、パネリストの皆様にもご意見を伺いながら、お伝えしてまいります。以上、途中で休憩も挟みながら盛りだくさんの内容でお送りしますので、皆様どうぞお聞き逃しのないようお願いいたします。はい、岸本さんありがとうございました。では、早速ですが、密着取材をさせていただきました、栃木県内の介護施設であります、特別養護老人ホーム YMCA マイホーム清原様、から、施設のですね、概要等をご説明いただきたいと思います。では塩澤様よろしくお願いいたします。はい、皆さんこんにちは。ただいまご紹介いただきました、栃木 YMCA 福祉会の塩澤達俊と申します。私どもは、特別養護老人ホームでして、でその場におきまして、今回技能実習の皆さんを受け入れさせていただいておりますので、現場からのレポートということで、ご提供させていただいた次第です。これといったあの資料ではありませんけれども、今1枚画像をお映しいたしますので、ご覧になりながらお話を、伺っていただければと思います。私どもの、設置法人は、栃木 YMCA の福祉会と先ほど申し上げました。YMCA というのは、ご受講の皆様には世代柄どうかは分かりませんが、あの昔は、西城秀樹さんという歌の方が、YMCA という歌を歌われてヤングマンで有名な YMCA ですねというふうに言っていただくことが多かったです。ヤングマンという言葉がありますように、青少年育成団体でした。でその青少年育成団体の YMCA が、まあ、1993年ですので、YMCA の、特別養護老人ホーム、当時はあの介護保険導入前でしたけれども、旧制度に措置におきまして、特養を開設させていただきました。その中で、主題として参りましたのは、世代間の交流ですとか、ボランティアの文化の醸成といったところを主題として参りました。YMCA の一つの働きとして、ここに国際交流とがありますけれども、やはり多様な地球、グローバル市民というふうに私たちは申し上げますけれども、今いろんな国で戦争が起きてますけれども、地球に暮らす一人一人の平和と交流、フレンドシップを促進したいというのが一つのミッションであります。そんな流れからも、職場において多様な人たちが、それは国を問わず、性別も年齢も、あるいはお持ちのいろいろな特性も、超えて、いろんな人が協働し合う、社会、それは職場からも発信したいなという願いでおりました。こんなことからも、今回は、国際の切り口でお話をさせていただきます。
特別養護老人ホームでございまして、宇都宮の東の方、郊外にあたります、清原というところにあります、特養です。規模感で申し上げますと、地域密着型の特別養護老人ホーム29床と、従来型の広域型といいますが、老人ホーム60床。ここにショートステイ、わずか4床なんですけども、それと定員40名程度のデイサービスなど、訪問も含めた事業所となっております。まあ、その中で、サテライト型ですので、特別養護老人ホームは、地域密着型と広域型と、混ぜまして、89床分の施設で5名の技能実習の皆さんをお受け入れさせていただいております。で、先ほど申し上げましたように、できれば多様な方々にお働きいただいていきたいということと、いろんな方のお力、人手をお借りしたいという観点から、国を問わずにいろんな方に働いていただいております。内訳はこのようになっております。ですか。で、こちらが内訳になりますね。技能実習の方5名、それから、うちで EPA の初年ではないんですが、EPA を減られまして、その後、介護の、事業所を変わられて、今いらっしゃる方。それから日本に永住資格、配偶者資格が多いですけれども、その皆さんがここに表記してあるようなフィリピン、ブラジル、タイ、韓国、お辞めになられた方の中には台湾や中国などの方もいらっしゃいました。まあ、そんなふうな、事業所でございます。まあ、簡単ですけれども、これが私どもの現場でございます。すいません、画像の方失礼いたしました。はい、正蔵さん、ありがとうございました。ではですね、今ご紹介いただきました、まあ、塩澤様の YMCA で働いている、技能実習生の一日にですね、密着取材してまいりましたので、そのビデオをご覧いただきたいと思います。では皆さん、どうぞ。朝も元気に6時から散歩してます。はい。で、ミケさんも、ウェンディーマの3日目、はい、朝は4時、連合、はい、取り入れました。はい、じゃあ、元気解消ですね。はい。ひよこさん。ひよこさん、今、熱も下がってますが、はい、大丈夫。昨日から夕飯ちょっと5割食べた。5割食べたすごいじゃん。今元気になってる。うん、朝もコール呼んで、うん、お腹がビコビコから、うん、早いご飯食べて。あとどのぐらい食べた？5口で食べた。はい、わかりました。はい、以上です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。休んでください。
なんかあれですね、いろんな作業がある中で、まあ、全ての作業をですね、なんかきめ細やかにですね、こなしているように、思えたんですけども、実際ちょっと庄澤さんの方にお伺いしたいんですけども、そもそも外国人を受け入れようと思った、まあ、理由ですとか経緯、もしありましたらお聞かせいただければありがたいんですけども、よろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。先ほど少しお話を申し上げましたけれども、大きくは2つの柱ですね。で、1つは多様な方と働く場面、多様な方と共に生きるというか、そういう場面をもともとは生み出したいという法人のミッションがあったということ、これと、もう1つさらに重要なのは、多分今日はお聞きいただいている皆さん同じだと思いますが、私どもの介護の現場は多様な方々を受け入れして、マンパワーを整えないと、人手の不足に常にあえいでいる現場です。この2つの柱の観点から、まあ、直接の動機は、人材不足を何とかしなければいけない、その中の重要な何て言うんでしょう、選択肢として、海外につながる方々がいらっしゃる、そういったところがあります。動機は主にはこの2つです。ありがとうございます。なんか今見ていただいたリエンさんは2年目ということなんですけども、まあ、そもそも、まあ、もう受け入れて2年目ということは、まあ、ある程度、まあ、施設側の方もですね、外国人に対して、まあ、慣れというのがあるとは思うんですけども、受け入れ以前にですね、持っていたこの外国人に対するイメージとかっていうのは、まあ、どんなものがありましたでしょうか。そうですね、技能実習の皆さんが来られては今年が、まあ、最終3年目になっているんですけれども、それ以前、受け入れる前に、海外の方々の、現場での様子というのは、うちでは配偶者資格をお持ちになられた外国籍の方々が従事されていました。で、この方々は日本でのお仕事の経験も、また生活の経験もあり、日本語が会話においてはかなり上手なんですね。で、中には読み書きも書く方も長けた方もいらっしゃると。しかし、一方でその交流をしてきた、うちでは、台湾からの福祉系の大学生が1ヶ月だけ実習目的で滞在するとか、まあ、あとは交流先の、まあ、中学、アメリカの中学生が来るとか、そういったことではほぼ言葉が通じませんね。まあ、そういった意味で、外国から来る方々は、読み書きができないのではないかと思っている職員も中には、いました。しかし、日本で暮らされている配偶者資格でお働きになられている方々の様子を見ていると、これは日本のスタッフと遜色がないなと。で、一つ一つの、言語については、まあ、課題も抱える方もいらっしゃいますが、その他の介護の、仕事においては遜色ないどころか、むしろ優れたところもあるなというのがあらかじめ、ありました。ですので、どのように語学を習得していただくか、私たちもどのようにすれば介護の技術やその、シフトローテーションの中で、必要とされる情報を伝達できるか、まあ、ここが課題なんだろうなというのは技能実習の方々を受け入れる前にも、見えていたところかなと思います。ありがとうございました。確かにそうですよね。言語、まあ、特に本当に外国人というところで、そこが一番、まあ、心配される部分なのかなというふうには、確かに感じますね。ではですね、まあ、実際県内の介護事業所のですね、からいただきました、まあ、不安な、まあ、受け入れにあたってですね、ちょっと心配な点とかですね、まあ、雇用をする理由ですねについてですね、外国人材コーディネーターの堀江さんからですね、ご紹介いただきたいと思います。ではよろしくお願いします。はい、外国人材コーディネーター堀江です。
外国人材の受け入れを検討されている県内の事業所の方々のご意見を伺い、円滑で適正に受け入れていただくための情報を提供しております。今YMCA の基本的な活動が、マイホーム清原において外国人の受け入れの方法や、コミュニケーションの取り方に生かされているとのこと、素晴らしいですよね。それでは県内の介護事業所からの声はどうなのかということをアンケートの回答から、ご紹介させていただきます。まず、雇用に踏み切った理由への回答は、少子高齢化による労働者不足が最も多く、次いで真面目で熱心な人材が多いからになっています。高齢化は施設の職員でも同じく進んでおり、近い将来日本人だけでは施設のサービスを十分に提供できなくなるという懸念をされているところがあり、真面目に働く働き盛りの外国人の採用に踏み切ったとの声がありました。真面目で熱心な人材については、面接の時に柔和で温厚、そして純真といった介護業務における適性を備えた人材を採用に、人材の採用に心がけたと聞いております。また外国人の多様な価値観に触れることで、日本人職員の育成にも期待できることから、外国人の受け入れに踏み切ったとの声もありました。一方、採用に関して不安事項としては、日本語能力の不安が最も多く、次いで文化や習慣などへの違いへの配慮となっています。介護の仕事において職員と利用者等のコミュニケーション、お声掛けですね、これは必須であり、外国人を受け入れてから日本語能力を上げられるかどうかについて不安が大きいようです。また文化や習慣などへの違いやミスコミュニケーションから来るストレスですね、ストレスなどで失踪や犯罪行為などに走ってしまうようなトラブルを懸念しているとの声もあります。そして皆さん興味あるところですけれども、小規模法人では小規模の法人では採用費用と生活支援の負担が難しいとの声も聞かれます。雇用における工夫を行っている施設の回答では、文化や習慣などへの違いを配慮した取り組みを行っているとか、比較的にうまく外国人とのコミュニケーションが取れる職員を外国人の指導担当として配置したとか、日本語教育や日本語能力試験の受験に向けた支援を行っている、例えば日本語学習の教材を買ってあげたりですね、あとビデオを見たり、Wi-Fi セットは、すいません、 Wi-Fi の設置をですね、寮に設けて、パソコン等を対応してですね、YouTube 等で日本語の勉強をされているという声も聞かれております。働きやすく住みやすい環境を整備しているという、そういう生活が外国人にとって必要だと思っております。以上、事業所規模の違いにより外国人受け入れに関する声は様々ですが、主な声をご紹介させていただきました。はい、堀江さん、ありがとうございました。やっぱりあれですね、アンケート、県のホームページなんかでもですね、はい、アップさせていただいておりますが、やっぱり受け入れまでにですね、少なからずいろんな不安があるのかなというふうには感じているところです。では、県内の事業所様からいただいた声をご紹介させていただいたわけなんですけども、全国的にですね、この採用にあたって、どのような不安を抱える、不安の声があるのか、ちょっともし可能でしたらご紹介いただきたいと思います。でまず本日ですね、パネリストとしてご参加いただいておりますウィル・オブ・ワーク、横井様、よろしくお願いいたします。はい、ウィル・オブ・ワークの横井と申します。本日改めてよろしくお願いいたします。
私の方からですね、今の堀江様から、あったアンケート結果も含めてなんですが、まずこう全国規模でのお話をさせていただきますと、懸念点という部分に関しては全国共通と思っていただいて大丈夫です。あとはアンケート結果にあったようにですね、直雇用、日本人の派遣、あと日本人の紹介、ここに合わせて外国人採用に関しては、検討せざるを得ないという施設様が年々増えてきている状況でして、弊社ですと全国にですね、約2500法人、事業所様の数ですと4000事業所の事業所様とやり取りをさせていただいているんですが、日本人、外国人問わず、良い人材を逃さないために、定着率をですね、いかに上げていくかというのが、まあ、一番大きい、懸念事項というような状態になっています。で、一つ、ここ、細かい話はこの後、ウェビナーでですね、いろんなお話が出てくるかと思うんですが、一つポイントとしては、定着率改善のために、外国人であるから、例えば辞めないだろうという感覚で、外国人の方を雇用してしまうと、大体失敗につながることが多いというのがポイントになります。日本人の方と同じようにですね、いかにこうコミュニケーションを密に、行っていくかというのが一つポイントになっているのが現状です。はい、横井様ありがとうございました。私はコミュニケーション、これ外国人だけじゃなくて日本人も重要な部分ですよね。やっぱりこの職場にいたいかどうかっていうのは、やっぱりそういったところが一番大切になってくるのかなというふうに感じます。ではですね、もう一人パネリストとして、本日ご参加いただいております、小野寺ユーザーランの、岩崎様、何かご意見いただけませんでしょうか。はい、皆さんこんにちは。小野寺ユーザーランの岩崎と申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。まず不安、事項をですね、解消するためにどのようなことが必要かというところで、まず業務の標準化というところでですね、例えば振り仮名付きのマニュアルや、帳票庫を整備していただいたりですとか、外国人、日本人問わずですね、施設内でのこのキャリアビジョンというのをですね、明確に作っていくというところの、組織のこう風土というのをしっかりと見直しをしていく、これがですね、日本人、外国人ともにですね、離職防止、人材定着につながるのではないかなというふうには考えております。で、実際に外国人の方をこう採用するにあたって、やはり、ご利用者様だけではなくて、そのご家族もですね、非常にこう不安になるということで、施設の皆様の方からはしばしお声としてはいただいております。で、こういった問題に関しましては、それぞれ各施設様で実証されていらっしゃるですね、説明会等を用いてしっかりと受け入れをしていくということはご説明いただくことが必要なのかなというふうに思っております。またスムースに受け入れをされる一つの対策として、実際に当社が今取り組んでいる事例にはなるんですけども、受け入れをされる前のですね、海外で実際にこのビザの申請をしている期間というのが一定期間ございますので、この期間を使って、例えば入国前からですね、オンラインを使ってですね、交流の場を作るというところで、施設で行われるレクリエーションにオンラインで参加していただいて、外国人材と、またはご利用者様、そして既存の従業員の方がですね、コミュニケーションを重ねていくというところが必要な、非常にこう大事になってくるんではないかなというふうには考えております。はい、岩崎さんありがとうございました。ではですね、次はですね、施設で実際に働く現場のですね、職員の方からのですね、声を、聞いてみましょう。ビデオを撮ってきましたので、皆様ぜひご覧ください。どうぞ。伝えるのが難しい時もあるようなんですけど、やっぱり日々コミュニケーションを重ねていくうちに、あ、こう言いたいんだろうなっていうのはだいぶ分かるようになってます。で、本人も一生懸命伝えようとしてくれてるので、だいぶ分かりやすいと思います。以前と比べてこう日本語能力の上達とかそういったものはしてると思います。あ、はい、勉強もしてると思いますだいぶ入居者さんとコミュニケーションも取れてるので、はい、はい、外国人の方から引き継ぎを受ける上で工夫をしていることとか、今までとちょっと変えたこととか何かありますか。そうで
ですね、やっぱり細かいことになると難しいことがあるので、そういうのはやっぱり分かりやすく伝えるようにはしていると思います。難しい言葉を使わない。そうですね、やっぱり日本語独特のニュアンスは難しい時もあるようなんですね。でそういう時本人も聞き返してくれるので、言葉を変えてみたりして伝わるのは、ありがとうございます。日本人の方から引き継ぎを受けるときと外国人の方から引き継ぎを受けるときでやり方を変えてるっていうことはありますか？特にそんなにはないですけれども、彼女に関しては分かんないときは本当に聞き返してくれるので、どういう意味っていう感じ でどうしても分からないときはローマ字にしてみたり、あの携帯で変換してみたりとかやってますね。でそうすると理解した、分かったっていう感じなので、基本的には大きくやり方を変えることなく、日本人と同じように引き継ぎができてます。分かりました。ありがとうございます。はい、一番苦労したお仕事っていうのはどういうのがコミュニケーションかなって思いますね。あ、それは利用者さん、スタッフですね。どちらも。はい。事前に利用者の方に外国人の方が担当されますとか、ご説明とかもされる、はい、最初に来た段階でこうちょっとぐるぐるさせていただいて、顔を覚えてもらうっていうところから来てるので、あ、その一回見たな、あ、この人見かけたなっていう感じからだんだん入っていくって形にさせていただいてるので、そんなにこう違和感はないですね。あ、そうですね。あ、でご家族の方とか評判というかどうなんですか、外国人の方。意外に見取りとかマリン上手で、リエさんとか特に夜勤とかも皆さんやってらっしゃるので、はい、一人もきちんと対応してくれたりとか、あのやっぱり自分なりの言葉できちんと表現していただけるので、あの結構スムーズに入っていくということと、ユニットリーダーの中で何か困ったことは主任に行く、主任から今度、はい、あのまた上に行くっていう形になってるので、はい、そんなに、まあ、そこで困ったってことはないですね。ただやっぱり外国の方も家には帰らないでお金貯めたいっていうのが今あるので、とりあえず資格取るまでは行きますって。資格というのは介護福祉士に向かって。あ、素晴らしい。なので一生懸命今 N2 とか N3 とかね、出直する最中なので。介護福祉士の資格って最初はご存知なかったですか？最初から意識されて分かってました。あ、そうですか。やっぱりこう5年ね、3年しっかりやって4年5年目で受けて、うん、はい、でね、将来的にはまあ、ね、あの永住権も取れるっていう、ね、お話もされてたので、はい、まあ、全員がどういう形になるか分かんないんですけど、やっぱりその目標には動いてると思う。やっぱりね、ヒエさんとも分かってくるし、はいはい、年寄りもね、慣れた顔の人にこう頼みたいっていうのがやっぱり、そうですよね、理想ですもんね。短期間で帰ってしまってはもったいないんですよね。そうですね。まして、ヒエさんとかやっぱりね、ストレートにちゃんとこう受け入れてくれてるから、はい、余計ね、やっぱりアイドル的になっちゃうから日本語は十分理解してるし、漢字も読めるので。あ、漢字も大変、はい、けますね。結構難しい字とかも。あ、分かります。分かんなければ自分たちちゃんと調べるし、調べるのはスマートフォンスマホとか、はい、iPad で必ずやっていただけるので、そんなに問題はなく、今頃はちゃんとあの私たちも LINE のツールを使ったりして、はい、何かあのこういろんな伝えたいことも LINE で、はい、休みの交代だとか、 あと何か、はい、あの書類的なものがあれば、はい、きちんと LINE とか通じたり、やっぱ夜勤とか早番遅番もあるので、はい、絶対その時間に連絡できるわけじゃないので、はい、そうするとそういう記録で残るものがあれば、はい、ちゃんと返してくれるし、はい、どうですか、現地で学んできたことっていうのはどの程度こう活かせているとか、スタートラインとしてはどのぐらいのレベル、基本的なものを見てもやっぱりこうお年寄りがそばにいるとまたちょっと違うじゃないですか。はいはい、結構学校で、あの私たちが学校で勉強すると同じで、はい、あの教科書があって、ね、こう説明されてもやっぱり現場にすぐ対応できるかっていったらそこ難しいところがあって、はい、やっぱり現場のお年寄りたちがきり違うわけで、はい、今日はこの状態だけど明日は熱があったりするかもしれないし、もしかしたら本当に重篤になったこともあるので、はい、あそこはコミュニケーション取りながら今日は朝食でしっかりするとか、あとはちょっとおかしい時はなんかおかしいですって声かけてもらえる、必ず自己判断はしないということが徹底されてるので、そこはきちんと守れてるというか意識されてるという、はいはい、こう問題を抱えてしまうようなことはなく、ちゃんと共有できるような、うん、ね、これから技能実習生を受け入れようという施設さんとかも結構今多いんですけれども、まあ、そういう施設さんに向けてなんとかこう受け入れ経験がある施設としてのアドバイスというか、
私たちもやっぱり、はい、全然わかんない人がたくさんあったので、行った受け入れ施設のところに行ってお話を聞いたりとかしました、何回も。やっぱり現場だけやってるわけじゃないので、例えば外国の人が来るって、保険だとか、仕送りだとか、うん、あとはなんか年末調整とか、いろんな問題が加えてくるわけなので、うん、まあ、それは結構今でもしっかりしてますけど。あ、そうなんですね。それは担当者の方を一人決めて、担当するような。やっぱりこう外国の技能実習の方ってツールがすごいので、うんうん、こうやってこういうベースのやり方をしてますっていうと、私のところこうしてもらえないとかってなるので、まあ、そういうネットワークもすごいから、そこをその都度対応しなくちゃいけないのは、うん、私たちも勉強ですね。結構じゃあ要望とかもきちんとしっかりされる。そうですね。自分が外国に行ったら同じことしろってのは一つ全然できないと思う。右も左もわからないですもんね。すごいなって逆に感じてね。うん、帰国とかの頻度は最初に約束で決めておいたりっていうことがあるんですか？お正月休みとかも帰らない、基本的には帰らないという約束に最初から、うん、約束っていうか自分たちも帰らなくていいっていうことで、まあ、帰るとやっぱお金とかいろいろ大変じゃないですか、だから少しでも仕事で下に方に回してるので、よくね、Wi-Fi は寮なのにこう必須だって聞きますか？そうですね、ついてます。Wi-Fi がないと何事も通じないし、やっぱり寂しさも出てくるし、そうですよ、お子さんもいらっしゃる方もいるので、ヒデさんとかお二人さん、お子さんいたりとか、来てたりするので、やっぱそれでもね、ちょっと知らない、不安なことも増えてます。なんかそのやっぱり実務者研修に送り出すのっていう施設さんの協力とか理解がないとここがかなり難しいのかなと思っていて、まあ、介護福祉士になってもらうためにはそこの理解があるっていうのがすごく今聞いているなと思っています。施設としてはやっぱり皆さんに少しでも取ってもらいたいので拡大契約でみんな取ってもらっているので、日本人とか外国人っていうわけではなくて、はい、どんどん研修に送り出すっていう、はいはい、その時は大変なので、決済役立つの。そうですよね、先々を見据えればっていうのもありますね。自己流になっちゃうと覚えないけど、最初に今ここでいいですかって確認っていうやり方をしてって、ちょっと進んでもらえば、その基本さを覚えてしまえばそんな大変じゃないけど、やっぱ自己流が入っちゃうといろんなとこ負担が多かったりとか、自分だけ追い詰められたみたいになっちゃうけど、その時に、まあ、きちんと聞けるか対応できるか、やっぱりコミュニケーションなんですよね。そこができれば結構いけると思うんですけど、なんかもう本当に外国人でも日本人でも同じですね、はい、そうですところって、はい、育て方なので、そうですね、なのでこっちから教えるよりはこういうところに入っていただいて、施設のどこかユニットの中でやっていただいた方が分かりやすい。なるほど。それでもどうもダメな時には私たちも手を貸すけど、基本的なものをちゃんと教えてユニットに送り出せば、はい、あとはなんかそれなりにユニットを育ててくれるので、はい、それはそこでお任せするしかないですよね。外国人の方同士のトラブルとかっていうのは全然一緒に暮らしてるっていうか、やっぱりね、ちゃんと長がいるから、その方がこうピシッと、そうなんていうこう司令塔になってくれてるので、あ、まあ、その人とかリエンさんとかもそういう人にこうある程度年配で分かるような人にこうちゃんと声かけてれば、はい、そこでつないでくれるの、そういうこういいですね、年々関係ができてくるとどんどん新しく今後受け入れるのもスムーズですよね。そのぐらいだから伸びも早いです。ああ、そうなんですね。アレさんに一日密着したい、私の方が緊張しました。はい、ありがとうございます。今いろんな場面での、まあ、お話だったわけなんですけども、まあ、結構受け入れてからですね、まあ、仕事をしていくという中で、まあ、やっぱり現場でのコミュニケーションが、重要なんだなというには、感じさせられました。ただまあ、現場でのコミュニケーション、まあ、受け入れて仕事していく中で必要なことなんですけども、そもそもですね、どのように採用をしたのか、まあ、またはですね、採用の時にですね、何か苦労したこととか、まあ、そういったところをちょっと皆さんにですね、お伝えできればなというふうに考えています。ではですね、塩沢様、何かその点でありますでしょうか？はい、採用につきましては、あれですね、送り出しの期間、ベトナムなんですけども、ベトナムの送り出しの期間と教育期間を、
見に行きませんかというふうに事務所の方がおっしゃっていただいたので、まず見に行ってまいりました。でそれで現地でどのような、まあ、環境で日本語と介護の技術を学ばれているのかというのを、まあ、普通の日常の姿を見せてくださって、で次の時に現地で面接した方もいればコロナの様子が来て、まあ、Zoom で面接を重ねた方もいらっしゃいます。採用についてはそこまでですね。で情報としてはそんなにその個人のキャラクターが浮かび上がるような情報を持って採用したわけではないので、まあ、ある一定 の, 日本、まあ、それは日本とも一緒ですよね。書類を見てでそれでお目にかかって少しお話を聞いてでその時の日本語 の, まあ、なんていうか習得度合いというかそれをまあまあ見極めというかこれぐらいだったら大丈夫かなというのを確認して採用となりました。で結果的に言うとその採用については国を問わずやはり、なんて言うんでしょうね、わからないですよね。結果的にいい方々来てくださいましたけれどもそこはやはりそれぞれに合った、まあ、育成というとちょっとおこがましいですけれどもその後の関わり方の伸びしろをどれだけこう用意できるかというのは職場の環境かなというふうに思います。で先ほどのビデオに出てきました最初の現場の職員がわからないところは聞いてくれますとかいろんなボイストラとか Google 翻訳とか使ったりしてこうやってますという話をした方はですね実は現地のベトナムからの日本への入国が、他の人と比べて3ヶ月遅れたんですね。でその理由は何かというと、現地での日本語習得が少し進捗も遅かった、まあ、そういった意味で、後から来た方です。でその方は、まあ、やはり日本に来られても、他の方々との、言語のレベルから言うと少し、なんて言うんでしょうか段階が初歩かなっていう方でした。まあ、その方も先ほど言ったように聞いてくれるので大丈夫ですといったところまで、まあ、なんて言うんでしょうね、工夫しながら関係を取っています。ですので同じ隣のユニット同士にビデオで長く映ってた方は、N3 をお持ちですけれどもその遅れてきた方は N4 のレベルだったわけですけれども、それぞれの良さを生かして、まあ、言語の能力に関わらず、チームの中では欠かすことのできないメンバーになっている。比較的早い段階からそのようになっているというところでしょうかね。まあ、採用からのことで言うとそういったように必ずしも、まあ、みんなバッチリできるからどうぞというわけではなかったんだけれども結果的に受け入れた後で、まあ、なんとかなってますというところでしょうかね。ありがとうございます。やっぱりなんて言うんでしょう、まあ、施設側のですねサポートあってのやっぱりその伸びしろなんじゃないかなというふうにちょっと感じたところがあるんですけども、まあ、こういったところで、なんて言うんでしょう結構こういったところを強くサポートしたとかっていうのは特にありますでしょうか。そのサポートというと どの方面でのサポート、まあ、日本語ですとかコミュニケーションにおいて何かあれば。そうですね、コミュニケーションについてはね実はうちの施設は一つ導入時期に失敗していまだに失敗し続けていることがあるんですけどもそれは何かというと受け入れの前に私は日本人 の, 言語スキルを上げるべきだと思ってまして、優しい日本語というのがあるというのを伺ったので日本 の, 現場の職員が優しい日本語の先生からレクチャーを受けて受け入れしたかったんですね。なるほど。だけどそれが実はできないままに受け入れてしまってだから日本優しい日本語を、まあ、なんて言うでしょうねそれこそレクチャーを受けた職員ではないんだけども一生懸命今コミュニケーション取れるようになったというところがありました。本当はその日本人自身が優しい日本語を習得した上で彼女らとコミュニケーションを取る段取りが踏みたかったのが、まあ、反省点ですね。今でも日本語優しい日本語先生とはいつか来てくださいと次の時はやりますからと、まあ、幸いって言っちゃあれですけども第二陣の技能実習の方々がまだお見えでないので次の時にはこれを組み込んでいきたいと思っております。その他のサポートは、まあ、もしチャンスがあればお部屋での学習机の様子写真が一枚ありますのでご覧入れますけれどもうちは
あんまりサポートしてないですね。それぞれに頑張ってねっていう仕方で、もしさっき画面共有失敗しましたんで、今度でうまくいくこともちょっとだけご覧入れますよ。これがね、はい、2月かな、にあの試験があったときに、N2 を合格された方の、見えてますでしょうかね、今度は大丈夫ですか？あ、見えてます。まあ、お部屋に用意したところ の学習机で、こんな風にやってますと、わーっとすごいなと思ったんですね、この日本語の。単語を覚えてらっしゃるとか、言い回しを覚えてらっしゃるとか、こういったメモで自主学習ですよね。すごいですね。ね、すごいです。この方、本当によく頑張られたと思っております。あとは、施設が用意した教材というのもこれといってなくて、みんなそれぞれがその、まあ、こういう教科書がいいよとか、いろんな情報を拾われて、ビデオとか、書籍なんかもこう使われているのを、伺いました。ただ唯一サポートらしいサポートできたかなと思うのは、技能実習制度の中ですと、生活の指導をするスタッフと、介護の技能を指導するスタッフというのはこう決めておきなさいよと言われているんですけれども、これに加えて先ほど言いましたうちには外国につながるスタッフが何人かいましたので、フィリピンの EPA の方も日本語で勉強熱心だったので、勉強の仕方を教えてあげて、ね、要するに母国語は全然タガログとベトナム語で違うんですけど、日本語の習得の勉強こんな風にしたよ、教えてねって言って、先ほどの教材、これ僕の使った本だけどもって言って、渡した例もあると聞きました。はい、それぐらいですね。ありがとうございます。最初に出てきた優しい日本語の話なんですけども、私も個人的に外国人の方と、お話しするときに、まあ、なるべく気を使ってですね、分かりやすいように、まあ、言い回しを変えたり、難しい言葉を言わないようにってやってるんですけども、まあ、なかなか話がどんどん進んでくると気づかないうちにですね、難しい言葉を使ってたりするんですね。だからやっぱりなんて言うんでしょう、まあ難しいかもしれないですけども、意識してまずは優しい日本語を使ってみて、コミュニケーションを取る必要があるんじゃないかなとは、思いました。ではすいません、ちょっともう一つお伺いしたいんですけども、まあ、今日本語とかの勉強のお話いただきましたが、採用をした後でですね、まあ、今のその言語とかコミュニケーション以外でですね、何か苦労した点というか、まあ、困った点とかってありましたでしょうか？そんなに困りごとはないですかね。まあ、日本に来られた、1ヶ月ぐらい、管理団体さんのもとですかね、日本での研修を終えられて、宇都宮に来られた初日の日に、から少しサポートしたことは、やっぱり合宿をされているので、技能実習生の皆さんで同じ機関から送り出された方々は一定のコミュニケーションを取られているんですよね。でそれが栃木県内のあるいは宇都宮市内の同じ施設に来て、何人何人どこそこにいるよとお友達ですということを聞いてたので、まあ、最初に日本に来た時にの12月に来られたので、お正月の時だったか、当時まだコロナが直前でしたので、まあ、渦中ではありましたが、施設をお互いに訪ね、お互いではないけど、うちが連れてて、こんなところで暮らしてるんだってとか、二荒山神社に一緒に初詣行くなら、その施設を私迎え行くよとか言って、これまでの関係を少し新しい生活の中でも、継続してもらえるような、配慮はしてました。やっぱり急に孤立すると、関係が施設の人とだけになってしまうと、まあ、通信のチャンスはいろいろあるでしょうけど、まあ、そんなぐらいですかね。それで、緩やかに、もともとの関係から新しい関係にシフトしてくれたんじゃないかなとは思っております。困ったことはないです。それぐらいでしょうかね。ありがとうございます。ではですね、まあ、今塩澤様の方から、まあ、採用周辺のお話をいただいたわけなんですけども、まあ、全国的にですね、まあ、どのような採用の仕方とかですね、あと、まあ、受け入れ体制どのように整備しているのかっていうのをちょっと全国的な傾向をですね、ちょっと伺いたいなというふうに思っております。ではですね、本日のパネリストであります小野寺ユーザーランの岩崎様、よろしくお願いいたします。
はい、かしこまりました。ではせっかくなのでちょっと簡単な資料をご用意してますので、こちらをちょっと画面投影させていただいて、ご説明できればと思いますので、よろしくお願いいたします。中山さん、今こちら画面見えてらっしゃいますでしょうか？はい、見えております。はい、ありがとうございます。ではまず一つ目のですね、採用方法ということで、今回は技能実習生ということでフォーカスいただいておりましたけども、現在ですね、この介護において実際に獲得ができる在留資格というのが一応こちらの4点ですね、ございます。で、一つはEPA 制度ですね。で、こちらについては国際構成事業団というところがですね、唯一の斡旋団体になっておりますので、実際にこう採用イメージされていらっしゃる、事業者様においては、こちらの国際構成事業団さんの方にぜひご連絡を取っていただければと思っております。2つ目が、在留資格介護ですね。こちらはすでに日本に在留をされていらっしゃる方で、介護福祉士に合格されている方々をですね、採用される際の、資格となっております。一般的には介護の専門学校ですとか、あるいはすでに在住が長い方々でですね、この資格を有している方の一般募集というのが、採用の流れとなっております。で、3つ目に技能実習ですね。こちらは管理団体経由というところで、現地の送り出し機関と連携してですね、実際に実習生を採用していくスキームとなっております。新たに2019年からはこの特定技能介護がスタートしておりますので、こちらについては基本的にはこの人材紹介会社経由でのご採用というのがメインになってくるかと思いますので、特定技能をですね、実際に扱っている人材紹介会社にお問い合わせをいただくというところが基本的な採用のスタートとなってまいります。で、次にですね、学習の観点ということで、一応2つ記載させていただいております。学習面、の支援のところとですね、あとはキャリアの部分ということで、2つ、ポイントとして挙げさせていただいております。で、この育成の中の特に学習につきましては、やはり外国人材はですね、この介護福祉士に合格したいという高いモチベーションを持っている方々が多いというふうに考えておりますので、まずは前提となるこの日本語能力というのを、来日1年目2年目でですね、しっかりと引き上げてあげるということが重要となってまいります。参考までに、これは当社が実際にお客様にこう開示している、イメージになるんですけども、まずは入社のこう1年目で、N3 まで取得をさせると。で、2年目におきましては、N2 を取れる、授業というのを展開させていただいて、実際に、初任者研修であったりですとか、3年目以降の実務者研修をですね、受けることができるレベルまで日本語能力を引き上げていくということが必要になってまいります。で、3年目以降については、介護福祉士の試験対策講座というのを実施をしていきながら、実際にですね、場合によってはこう外部機関も用いながらですね、テスト対策というのを進めていく必要があるかと思います。で、来日時期によって変わってきますけども、4年目、5年目でですね、この国家資格、介護福祉士の試験にチャレンジしていただくという流れが、一般的な学習支援の流れとなっております。これと同時にですね、先ほどの VTR でもございましたけども、やはり一人で仕事をこなせるようになるまでというのは、なかなか時間がかかるというところがございます。また後から来た外国人に対してですね、先ほど塩澤様もおっしゃってましたけども、この勉強の仕方を教えてあげるですとか、あるいは寮の中でのリーダーシップを発揮していただく、そういったこう事例もございましたけども、やはりこの後輩に対してですね、しっかりと自分たちが面倒を見てあげるというところで、ご自身のキャリア志向、キャリアパスというのも描いていくことで、一人前にこう成長していただくというところも必要かと思います。技術、あとは知識だけではなくてですね、この辺のこうマインドについても一緒に育てていくというところが非常に重要なのかなというふうに捉えております。で、最後に先ほどこれはもう中山様もおっしゃってましたけども、この優しい日本語、これ非常に私も大事だというふうに思っておりまして、事業者様の方には必ず受け入れされる前にですね、ぜひ皆さんにこう受けていただきたいというふうに申し上げてます。これはですね、実際に、この優しい日本語が始まった発祥はですね、実は阪神・淡路大震災で、被災された方々の中でですね、やはり外国人の方が日本人に比べて実は割合が倍以上あったというところがあってですね、より分かりやすく
こういった避難指示であったりですとか、外国人の方への、いわゆるこう落とし込みのというのをですね、分かりやすくしていこうということで、この優しい日本語が生まれたというふうに言われてます。で、特にこのハサミの法則というのがあって、はっきりと最後まで、短く、しっかりとこう的確に言っていくということが非常に重要だというふうに捉えております。また先ほどの VTR でも、とにかくこう分かりやすく伝えるというふうにおっしゃってましたけども、指示語ですとか二重否定、こういったですね、ちょっと分かりにくい文法というのはやはり避けていただいて、ダイレクトに分かりやすく説明していただくということが受け入れるにあたってですね、ぜひ既存の従業員の皆様の方にもお伝えしていただきたいポイントなのかなというふうに考えております。一応私の方からは以上でございます。はい、ありがとうございます。確かに二重否定は分かりにくいですよね。私たち日本人でも分かりにくいのかなっていうふうに思います。文章を読んでてもこれはどっちなんだっていうパターンが結構、考えちゃったりするもんで、難しいなと感じますね。ではですね、もう一人パネリストのですね、ウィル・オブ・ワークの横井様、何かありますでしょうか。はい、では私の方からはですね、2点ございます。一つ目ですね、今小野田の岩崎様から伺った通りですね、職業紹介での採用に至る際に、実はその優良職業紹介の認定証、いわゆる許可証というものが非常に取りやすいというのが特徴になってまして、すごく小さな法人様でも簡単に取ることができるものになります。よってですね、こちら本当にさまざまな会社が職業紹介を行ってはおるんですが、いわゆる外国人の方のご提案をする場合に、当然事前のヒアリングだったりですとか、母国語対応を含めてきっちりとヒアリング、要はフィルタリングされているかどうか、ここがとても重要になりますので、ぜひご選択する際にはですね、いくつかの紹介会社様に声をかけていただいて、実際見比べていただくというのは失敗しない、一つの方法だと思います。で、2点目なんですが、先ほどからですね、なんかお話のあるその優しい日本語のところで、弊社側からクライアント様の方にお話をしていることとしてはですね、日本が、ハイコンテクスト文化という文化と言われています。これは何かと言います と、ほぼほぼですね、島国で、もちろん少数民族はいましたが、ざっくり同一民族で単一言語で相当長い間、日本という国が話をしていたがゆえに、いわゆるあうんの呼吸と言われるようなですね、具体的に喋らなくても相手に伝わること、これが非常に多いと、言われています。逆に海外で言いますと、多民族国家というのは基本的に普通ですので、身振り手振りであったりですとか、言葉も相当はっきりと言わないと相手に、要は意思が伝わらないというのが普通になっています。で、ここのギャップが大きいためにコミュニケーションが大変だと思われる方が多いんですね。で、ポイントとしてはですね、いわゆる日本語の中にもう皆さんも普段よく使われるかと思うんですが、例えばなるべく早くですとか、もう少し小さめに、最たる例で言いますと適当にといったような、非常にですね、判別がつきづらい、同じ文化圏で暮らしていれば、普通の会話になるものの、外国の方たちが聞いたら、フリーズしてしまうような言葉って実はかなり多く使われていらっしゃるので、自分たちがハイコンテクスト文化であるというのをまず認識していただくとですね、優しい日本語というのも、話しやすくなるのではないかなと思いまして、この話をさせていただきました。以上になります。はい、横井様ありがとうございました。確かになるべく早くとかって言われてしまうと、いつまでにやればいいんだっていう話になっちゃいますよね。これ私も何て言うんでしょう、職場で上司とかにこれなるべく早くねって言われることも、たまにあったりするんですけど、いつまでにやればいいんだって迷うことも多々あります。堀江さんもそんなことありませんか。はい、何回もあります。曖昧なところが好きなんですよ。逃げ言葉なのかもしれないですよね。はい、そうですよね。はい、まさに本当にあうんの呼吸ってそういうことなのかなって思います。ではですね、今日本語のこととか、このあうんの呼吸とか、日本人独特の文化っていうのもあった上で、外国人をどう受け入れるかっていうお話だったんですけども、
もう一つ、多分皆様が気になる点としては、まあ、受け入れにあたって本当にいくらぐらいお金がかかるのかというところが、疑問に思うところだと思います。でその辺についてですね、ちょっと今からパネリストの皆さんにお話しいただきたいと思うんですけども、まずはあれですかね、堀江さん、よろしいですか。はい、まあ、実際外国人材コーディネーターとしてですね、その仕事の一部でもあります管理団体さんにお伺いしてですね、いろんな状況を確認してまいりました。まあまあ、データ量としては、少ない数なんですけども、管理団体の方に伺うとですね、まず初年度に必要な費用っていうのは2つに大きく分かれまして、イニシャルコスト、まあ、最初にどれぐらいその受け入れのためにかかるのか、それと、給料とか、あと管理費、管理団体にお支払いする月々の管理費ですね、そういったものが、まあ、ランニングコストと言われるものになります。まあ、よく言われるのが、だいたいそのイニシャルのコストとしては、管理団体に入会するときの費用、それと、受け入れ時にかかる費用としては教育費用とかそういったものを含めてですね、まあ、45万前後かなっていう話を聞きます。で、あとランニングコストのところは、これは管理団体によってですね、組合費というのが毎月まあ、毎月の組合費が違いまして、まあ、その違いを伺うとですね、サービスの内容によって異なるようです。例を挙げるとですね、例えばその管理団体で通訳のために外国人を雇用してますということになると、まあ社員としてのその給料もあるんでしょうが、管理団体の費用が高くなったり、また電話や、現場に行って、その実習生とですね話をする、悩みを聞く、まあ、そういった相談をしている管理団体もありまして、まあ、そういった方、まあ、現場への渡航費用とか、そういった費用が加算されることになっているのかと思います。まあ、詳細は実は、それぞれの管理団体ですね、特徴を持っておりますので、まあ、皆さん、管理団体を選ばれるときは、何社いくつかの管理団体にコンタクトしてですね、話を伺って、それぞれその、まあ、介護としての取り組み、どのようにやっているのか確認して選定されることがよろしいかと思います。費用だけではないというのはご理解いただいた方がいいと思います。そんなところですね。ありがとうございます。はい、そうですね、堀江さんは実際県内の企業を 回られて、はい、まあ、管理団体の話とかもお伺い聞かれてですね、まあまあ、それぞれ団体によって金額はまあそれぞれあると。で当然その金額の中で提供されるサービス、まあ、あるんでしょうけど、まあ、サービスの内容によっては金額が変わるという話ですね。はい、実際あれですかね、ちょっと費用が高いから外国人の雇用ちょっとやり本当は雇用したいんだけど見送りたいみたいな声も聞かれたりするんですかね。まあ、そうですね、その費用をどう受け取るかだと思うんですよね。実際の声としては、その相場間で費用が高いっていうのが流れてますので、情報がですね、まあ、それを受け止めると難しいなっていう声は出てくるんでしょうけども、実際に伺ってみて聞いてみると、そのサポートがあるんであればということもことで受け入れたいと踏み切ることもあるかと思います。ぜひトライしてほしいなと思ってます。じゃあ実際ちょっと、まあ、受け入れてらっしゃる YMCA の塩澤様、いくらぐらいかかったとかって、まあ、もし教えていただけたらお願いできますでしょうか。はい、私たちの相場感っていうのは分からなかったので、導入させていただくときに、まあまあ、パートナーとして信用のできる管理団体さんかなっていうのは重視しましたね。それはどういうことかっていうと、例えばその私たちは技能実習制度が国会で承認される前からこういった制度がありますよということで、現地の様子も知りたいと言ってリサーチを
市に現地に行ったりしてスタンバイの様子も見せていただきました。それで、早い時期に第一次、今から言うともうその方々全員日本に入ってくる前に法律が少し伸びていたので、去られてしまったんですが、その頃から世話いただいている管理団体さんでしたね。ですので今でもそのビフォーもアフターもその何て言うんでしょうか、やり取りはスムーズで、今現在もコロナになって2年、入ってこなかったんですね。で現地で、サスペンドされている方々との連絡も今もしてくださって、まだ今現在では、他のお仕事をされながらも、うちとの面接はもう済まされている、ところへのスタンバイ状態にまだ今いらっしゃると。だからそこまでこうずっとケアしてくださっているようなところと今パートナーましていただきます。まあ、そういった意味で60万ぐらいのイニシャルですね。最初、私と、まあ、今45万って本人さんおっしゃったんで、高いんかなと思ったけど、でもそう今の私のそのなんて言うんでしょうね、費用対効果の感覚から言うと、まあそれは安い買い物だったか高い買い物だったかといえば、もたらしてくれたメリットの方が多いので、もしもう少し価格の交渉や選択があるのであれば、ベトナムではない国も当然次は射程に入れておりますので、いろんな会社さん見てみたいと思いますが、今現在費やしたコストについては、崩壊だったという感じはないですね。むしろ、これぐらいで安定した人材の確保と、質の高い実習生の皆さんを送り出してくださっているので満足度はあります。ランニングについても、現地の送り出しの管理費、現地の機関へのものと、それからその組合の管理費、国内への、で、まあ、4万前後ですね。これは多分相場感としては、現地はベトナムなんか聞くと、私たちが訪問した頃は、若い世代の1ヶ月のお給料1万円から1万5000円ぐらいと伺ってたんですが、今はもう3万超えてるということも伺うので、そういった意味じゃここの費用は当然上がってくるかなというのは思っておりますけれども、まあ、それは為替の問題ですから致し方ない。まあ、これが国によってまたコストが少し違うんだろうなというふうには思っているところです。まあ、ざっくりと相場については私もよそとの比較をあまりしないで、導入を少し先走ってはうちはやりましたので、いい情報があればまたいただきたいなと思っております。以上です。すいません、中山さん、ちょっと一言。はい、私、イニシャルコスト45万という話をしましたが、まあ、これですね、実は、現地へ行って面接をされる、その費用とかは含んでおりません。まあ、最近はまあ、コロナの感染症の状況もありまして、Zoom での面接が増えていると思いますけども、実際に、まあ、海外にで面接されることをですね、実はコロナの前は進めておりました。まあ、現地に行って面接をして、でその文化とか、まあ、習慣を知ってですね、あとは、なんですか、実習生の田舎両親にお会いしたりとか、まあ、そういった費用も考えるともっと45万プラスアルファの金額になっているようです。ちょっと45万というのはお安いという一言がありましたので、コメントを加えさせていただきました。以上です。はい、ありがとうございます。今、まあ、パネリストの皆さんとこうやって議論していますが、今視聴されている皆様、もし何か質問とかがあればですね、チャットに投げていただければ、できる限りこの場でお答えしたいというふうに考えておりますので、気軽に質問投げていただければと思います。では今、まあ、技能実習生のお話だったんですけども、実際2019年にですね、特定技能という在留資格特定技能という制度もできまして、で5年間でですね34万5千人、全国でですね受け入れるという国の目標があったんですけども、まあ、今コロナの状況でですね、まあ、その見込んだ数は全く言っておりません。ただですね、やっぱりコロナが終わった後はですね、やはりこの特定技能の外国人も、まあ、どん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 増えてくるのかなというふうに考えております。で今ご視聴いただいております皆様も、まあ、技能実習生だけではなくて特定技能外国人も受け入れようかなって多分考えている施設もあるのかと思います。でそこでですね、まあ、実際じゃあ特定技能
についてですね、まあ、受け入れるにあたって、まあ、どれぐらいの費用がかかるのかっていうのもちょっともし可能であればお示ししたいなと思ってるんですけども、小野寺ユーザーランドの岩崎様は何か情報ありますでしょうか。そうですね、はい、ありがとうございます。まあ、弊社はですね、どちらかというとこう特定技能に特化して現地で教育したりご紹介しておりますので、実際私どもがこう今お話しする価格帯というのがほぼほぼ相場になってくるのかなというふうには思いますので、ちょっとご参考までに開示させていただければと思います。まずご紹介にかかるいわゆるこう紹介料のところですね、に関しましては、およそ各社少し開きはありますけども、だいたい40万円から50万円というのが相場にはなってくるかなと思います。でそこにですね、私ども海外からダイレクトで人を採用するというスキームでご提案させていただいているので、現地でかかる送り出し機械の、いわゆる取り付けの費用であったりですとか、渡航費、そして現地でかかる教育費、こういったものをですね、このご紹介の費用の中にこうさらに加えていくという形になりますので、イニシャルの総額でいくと、大体こう80万円から100万円ぐらい1人当たり採用するのにコストがかかってくるというのが今の現状でございます。またランニングのコストにつきましては、ここも相場感にはなりますけども、本当にすいません、下を見たらすごく安いところもあるんですけども、相場感でいくとだいたい2万円から3万円ぐらいの1人当たりの登録支援機関への委託料というのが平均値かと思います。これは一応海外から の費用感にはなるんですけど、多分ウィルボワークさんの場合だと多分国内なんかも結構やってらっしゃると思うんですけど、横井さんその辺って どうですか、相場感とかって違いますか。ありがとうございます。岩崎さんもおっしゃった通りですね、弊社ですと、やっぱり技能実習生も行っていたんですが、コロナ禍で止まっているというところもあって、国内在留者の特定技能でのご紹介を最近させていただいてますが、本当に40万円から50万円というのが相場というのは、全く変わらない状態です。ちなみに日本人紹介と同じで、返金規定なんかも設けておりますし、登録支援期間料金に関してもそうですね、2万円から3万円という相場になってます。ここも実際四半期面談ですとか、制度上定められたことを行うための、交通費ですとか、それから細かいところだったり、小野寺さんもそうかと思うんですが、人によってはプラスアルファでこう教育のコンテンツを入れたりですとか、そういったところで若干上下はするかと思うんですけれども、おおむねその金額で、問題ない方だと思います。ありがとうございます。採用コストでいくと、大体その月のお給料にプラスして、5年間で考えると、4万円から5万円ぐらいっていうのが、大体相場感っていう感覚ですかね。そうですね。はい、間違いないです。すいません、突然振っちゃってすいません。とんでもないです。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ではですね、今ちょっと費用の話させていただいたわけなんですけども、そうですね、ここで県の高齢対策課、岸本さん、何かこれまでのやり取りの中でご意見等ありますでしょうか。はい、ちょっとお話続きになってしまうんですけれども、今聞いてた中でこう、管理団体であるとか、紹介業者であるとか、選ぶときには複数こう見て、会ってみた方がいいよってお話が何回か聞こえてきたんですけれども、金額っていうのはやっぱり分かりやすいので複数見れば比較できると思うんですけど、それ以外のポイントっていうのはこう素人というか、誰でもこう複数会ってみることで分かるもんなのでしょうかっていうところが素朴な疑問なんですけど、岩崎さんいかがでしょうか。はい、ありがとうございます。そうですね、まず、人を採用するっていうところの選定というところで見ますと、実際その人材自身が例えばこう現地で大きな借金してないかとかですか、どういった教育を受けているのか、こういったことをしっかりとまずは見極めていただくことが必要だと思います。これは技能実習も特定技能も全く一緒でして、先ほど塩澤様はこう現地に制度始まる前にも現地行かれて現地の教育状況などもご覧になったというふうにおっしゃってましたけども、まさに現地でどういった教育が行われているかということを いずれの制度においてもまずはしっかりと把握した上で、どこから採用するのかというのを選定していただくことが重要かなと思っております。で、2つ目 その借金というところに関しましては、昨今こう日本国内でもやはりこう外国人の方の実際 このいわゆるこう犯罪であったりとか、トラブルというのがいろいろクローズアップされているかと思うんですけども、
ここのですね、やはり一番の大きな原因というのが、現地での借金の多さというふうに言われておりますので、やはり少なからずこの借金というのが一つの足かせになっているということをぜひご理解いただいて、現地でどのようなこう環境の中でこう来た人材なのかということをですね、しっかりと管理団体、あるいは紹介会社の方に確認をしていただくことがまず必要だと思っております。また採用後の支援につきましては、技能実習の場合はそのままですね、管理団体様がそのまま団体としてですね、1人当たり管理をしていく形になりますけども、特定技能の場合においては実際に支援をしなきゃいけない項目というのが法務省の方から10項目出てるんですね。なのでまずマストでここの項目はちゃんと履行されてるよということは確認をもちろんすべき点だというところと、あとは付帯してどのようなサービスが加わっているのかということを確認すべきだと思います。はい。当社の場合だと日本語の学習支援だけではなくて、例えば介護の学習支援までやって、このいわゆる料金体系ですっていうようなこう説明の仕方をしたりしてますので、こういった商品のこのサービスの差別化というところはぜひ確認いただいた上で、費用対効果を見ていただくのが大事なのかなというふうに考えております。ありがとうございます。ちょっと選ぶ際のポイントが少しクリアになったような感じでありがとうございました。あと、その実際にこう団体さん、業者さんですとか団体さんと付き合い始めた後にやっぱり違うところがいいかなと思った時に、なかなかそこから変えるっていうのは難しいんですよね。技能実習の場合はやはり実習制度にのっとってですね、実習計画書を一緒に立ててですね、でそこから3年5年と実習を続けていきますので、そこからの軌道修正というのは正直なかなか難しいと思います。ただ特定技能につきましては、実際のその支援機関、登録支援機関を活用する場合においては契約次第ではありますけども、1年間の契約の随契約という先が多いのが相場だと思いますので、場合によってはこう1年以内にその支援期間を変更するということは制度上は可能なのかなとは思います。ありがとうございます。特定技能は変えられる余地があるけれども、技能実習は難しいということで、やはり最初のこう団体さんであるとか業者さんの選ぶっていうのはかなり重要になってくるんだなということがよく分かりました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。では今費用の話とかさせていただいたんですが、今回場面が変わりまして、技能実習生のインタビューということで、その動画を見ていただきます。ではどうぞ。はい、皆さんこんにちは。リエと申します。ベトナムから来ました。今日本に2年目住んでます。よろしくお願いします。日本語って難しい言葉だってよく聞くんですね。私たちは生まれた時から喋ってるからわからないんですけど、私話すちょっと聞こえだいたいわかる、でも漢字難しい。ああ、そうですよね。どうやって勉強したんですか。仕事から働いてると。外国仕事、はい、日本人と働いて、はい、他の仕事は、はい、もう日本人じゃない、日本人働いてないから、はい、他の仕事をみんな同じ国働いて、はい、だから外国仕事はみんな一生懸命日本語を勉強、みんな今でもみんな話す時、はい、たくさん言葉わからない。なるほど。おビデオ、ビデオ、ビデオ、この授業のビデオ、授業のビデオ、お隣のユニットの比叡さんに、はい、先ほど聞いた時に比叡さんよりの方が後からこちらで働き始めたって聞いたんですけれども、はい、同じお家に住んでらっしゃるんですかね。今同じ家住んでる。新しく来た時に何かこうアドバイスしたこととかってありますか。みんな教えてくれた。でも、ヘンさん、もう私は保険からヘンさんあまり分からない、うん、他の人を教えて、みんながこうヘンさんいろいろ教えてあげる。でも一生懸命介護の技術を教えたよね。一生懸命試験を受けるのに、みんなでね、特訓だったよね。4人が特訓して教えてくれてね、やってくれたんだよね、ヘンさんもね。日本に来る前に
栃木県ってどういうところとかってなんか聞いてましたか？全然わからないで来ました。面接？面接面接とき、あ、YSI の前向きは働いてだけ知ってる。だけあ、じゃあ栃木県がどういうところかってあまり知らない。来てみて初めて。思ってたのと違いありましたよね。どういう、はい、ベトナムでみんな大体、うん、東京と大阪、うん、東市町、はい、知ってる、はい、あとみんなベトナムで、うん、想像するとき、はい、あ、日本は見るいっぱいとか、うん、もう栃木、うん、聞いてよ、びっくり見るないもう皆さんも住みやすい。住みやすい、あ、よかったです。友達と今日はめんどくさい。日本のご飯はどうですか？こうご飯大丈夫です。大丈夫。味で苦手な食べ物はあります？ちょっと納豆だ。厳しい。納豆厳しい。逆に食べてみたら美味しかった日本のご飯とかあります？みんな寿司好き。あ、そうなんですか。生の寿司。生の大丈夫なんですね。生も大丈夫です。好きなお寿司の種類は何ですか？マグロ、サーモン。エビ。エビ。エビ、あー、うん、茶碗蒸しをいつも食べる。あ、そうですね。茶碗蒸しを、うん。休みの日は何をしてますか？あ、休みの日？うん。自分の生活、掃除とか、買い物とか。でもたまに友達遊ぶ。うん。もうコロナから。遠いところ行かない、行けない、危ない、うん、今まで困って電話した時はどんな内容で相談したんですか？何が困って電話しました？電気なくなるとか、と水道もないと、なんか壊れる時電話して、うん、直してもらってもいいですか、うん、とお願いします。すぐ対応して、直してもらいました。安心、うん、電話して、塩山さんもすぐ来るからな、うんうん、心配しないで、全然大丈夫。お買い物とかの生活も困ることってそんなにないですか？うん、ない、今もない。スーパー近くだって聞いたんですけど、スーパーは近く、うん、2連鎖で10分ぐらいかかる、うん、1週間1回だけ。家族と毎日話したりするの？毎週フェイブック今慣れるから、ね、今慣れた。最初は毎日電話して、今少ないな。なぜ？ベトナムで来なくていい。今日本に逃げた。もうコロナは今どこも行けない。旅行行きたら、どこでもせんよ。そうだよね、ディズニーランド行きたいだもんね。ああ、そうなんだ。コロナじゃ行けなくなっちゃったからね。今、確か交通は電動自転車を使われてるんですか？自転車はもともとベトナムでも乗ってましたか？自転車は子供、子供乗って、あー、子供好きじゃないから今日頼んでない。車はあまりない。自転車もらったから、ありがとう。宇都宮駅も自転車もできる。はい、ありがとうございます。今、まあ、実習生のインタビューを見ていただいたわけですけども、まあ、今の実習生とのエピソードなんかもちょっと詳しくお伺いしたいなというふうに考えているんですけども、塩澤さん、なんか他に、まあ、今語られた以外のことで、エピソードとかってありますでしょうか？そうですね、お買い物にスーパーに行くので地元のスタッフも多いので、あ、この間誰々さんとスーパーで会いましたよと職員が言うことがあったりなんかして、あ、町の外でもなんていうか関わって挨拶してるのはいいことだなというふうに思ったりしました。あとは生活のことですけれども、うちはちょっとビデオでもご覧いただいたように、社会福祉法人のもんですから、一戸建て の空き家になりそうな物件をご寄付いただいたんですね。でそこをデイサービス、週に3日しか開けないんですけれども、地域支援事業のデイサービスで使って、でそこの物件の2階部分に、2部屋あって、そこを間仕切りして個室に改造して、皆さんには使っていただいております。
ですので、そのデイサービスと、またあの離れのところではオレンジサロンっていう認知症カフェもやってまして、でそこのボランティアの皆さんと、日常的に、まあ、共有部分もありますので、まあ、物の管理というかそういったこともやり取りをされてますね。で挨拶もしもされますしなとこです。あとは、ご近所、やっぱりどこからの国の人が共同生活してるよというのは、まあ、目立つ存在にもなると思いますので、心がけて、あの来日した初日の日の夜には、自治会の方にご挨拶に上がって、回覧板を回してください。それから自治会費も、入りますので、ゴミステーションなども当番で使わせていただきますというご挨拶をさせていただきました。まあ、そんな関係、地元でも、日常生活の地元でも関係を作ってもらって、生活導入をしておりますかね。あとは不便なところにありますんで、あの宿舎から、職場までは4キロぐらい離れております。で、先ほどの同じ同僚のよその施設へ行った方々は、施設の敷地の中に建物があって雨でも濡れないと、うちはもう寒いところ雨の日も風の日も通ってもらうので、まあ、せめてもと思って電動付きの自転車ご用意しました。そしたらそれを使って宇都宮の駅までは10キロぐらいあるでしょうかね、結構なところまで、また隣の、ブロック の、 あの同僚の人がいる施設なども遊びに行ったりされてるみたいで、まあそういった意味じゃ宇都宮の生活をそれなりに楽しんでいただければいいかなっていう、安心して地域でも受け入れられてるよっていうのと、ある程度行動については今ね、コロナの話もありましたけれども、自分たちで好きにやってくださいっていうところを保証しております。こんなところでしょうか。 ありがとうございます。結構そのやっぱり地域に受け入れられるっていうのはまず一つ重要なことかなと思います。あと例えば前ちょっとお伺いしたんですけども、まあ、コロナの前とか、まあ、コロナになりかけの頃なんですかね、実習生を連れてですね、なんか旅行とか行かれたってお話伺ったんですけども、そのあたりありますでしょうか。お話、旅行というほどではない、ショートトリップですね。まあ、栃木に来たんだから日光には行こうよっていうことで、二原さんっていうんですか、日光の東照宮あたりは案内したかな。あとは宇都宮の町も、まあ、行事があるときには、初詣に行ったりとか、まあ、スタッフがですけども連れて行ったりとか、あとは私たちいろんなボランティアの方がいて、日本の文化を、なんていうか体験させてあげようという方に招いていただいて、まあ、今年でしたけども、今どんど焼きは人集めて大勢にはやらないんですけども、自治会でどんど焼きの櫓っていうんですかね、あれそのものを作ると、でそれの、まあ、手伝い方は来ないかいって言われて、まあ朝も早くから何て言うんでしょうかね、作業に行きましたね。でその時の彼女らの働きぶりは見事で、日本人の人は重たい荷物を自分一人で持って運ぶんですよね。でも彼らは私もプロフィール見た時にやっぱり農村の出身の方が多いですね。そういった意味じゃ農作業とかに慣れてて、即席で太い2本の角材を作って櫓にしてその上に乗せてって言って、みんなで 1.5 倍2倍の仕事量をしてて、みんなやっぱり知恵があるねなんて地元のおじさんおばさんに褒められて、いましたね。なんか協力して仕事をするっていうのは、目の前に行った新しい仕事にもすごくこう得意です。これが介護の現場でもどんどん発揮されていくように、持っている能力を引き出していくのは重要かなと思いました。ああ、なるほど。すごいですね。やっぱりその場で瞬時にどうすれば効率よくいけるかっていうのはやっぱ考えるんですね。あとなんかさっきのどんと焼きの話なんですけど、集合時間を間違えたってお話もなんか伺ったんですけども。そうですね、これはコミュニケーションギャップがあったのは実は私自身で、地元の方にどんどん焼き体験させてやるよと。で集合はまあよなんとか8時から始めるって聞いたんですよね。で8そっか8時かと思って、じゃあ当然どんどん焼きだから20時のことだと思って、私は夕方ぐらいに早いですけど行きますかって言ったら、夕方じゃ終わっちゃうよ、朝の8時だよって言われて、でその勘違いを私たちが彼女に伝えてなくて、8時ねって言ったので、夜の8時に迎えに来ると思ったら、私が朝の8時にピンポンって、言ったので、まあなんでこんな早く来たのと彼女は思ったでしょうけど、いや実はごめん20時じゃなくて8時なんだって話をして、夜勤明けのスタッフもいたんですけど、
ひどい目に遭わせるなと思われなければよかったかなと思いながら、楽しくは過ごしてもらいましたけど、十分に謝りました。すいません、ありがとうございます。塩澤さん、はい、ちょっとお聞きしたいことあるんですけど、先ほどビデオの中で、困ったことがあったら塩澤さんすぐ来るっていうふうに、はい、おっしゃってたんですけども、こう困ったことがあったときに塩澤さんのところにこう個人的に電話がかかってくるとか、そういう仕組みになってるんですか、フォローの体制みたいなのは。そうですね、業務上のこととか、オフィシャルなことは先ほどうちの施設長も言ってましたが、 LINE を作ってシフトの変更とか、例えば予防接種がいつありますよとか、そういうのは LINE などでやり取りしてますけども、なんて言うんでしょうか、緊急のことは私の携帯に来て、私が要するにブラブラしてる人なのでいつも行けますよみたいなところが分かってて、つい先日も1週間前ですけども呼ばれまして、どうしたのって言ったらお湯が出ないって言うんですよね。で、なんだろうなと思って、その時も行ったんです。そしたらやっぱり知恵を夜勤に出る前だったと見えて、厨房で大きな鍋で、寸胴の鍋でこう何杯もお湯沸かして、これでシャワー浴びて職場に行くっていうから、その辺はすぐ直してあげなきゃなと思って見たら、やっぱり灯油が空っぽだったんですよね。で、今年の冬すこぶる寒いので、灯油の業者さんにお願いしてるこう給油のインターバルでは追いつかなくて、で空になって空気を吸い上げてポンプが止まってしまったっていうのが分かりまして、すぐに直して、シャワーを浴びて焼きに行ってもらいましたけど、そういう日常の困りごとは、私のところに来ることもあれば、私はやっぱり男性なので、例えばさっき言ったうちのスタッフで韓国から日本に来られている配偶者資格のある方も、日本の暮らしアドバイザーとして引き合わせたことがあったんですね。で、その方に何を最初に聞いてたかっていうと、いろんな美容院が、髪を切りに行きたいんだけども、いろんな美容院なんだけども、清原の地区でいいのはどこっていうのを聞いてたりとか、あとは病院に行きたいんだけどもどこがいいかなんていうことも、やっぱり医療のことはね、分かりづらいんですね。保険があるから使えるよっていうのは分かってても、どこの病院に行けばいいのか分からない、そんなこと の、 生活情報は、女性ならではな、同性のことで、仕入れてるケースもありました。ありがとうございます。やっぱりあれですね、この困りごとの種類によって何人かフォローできる人が、男性女性であったり、その役職であったり、そういう体制ができるとすごい安心感がありますよね。こうインタビューで聞いてても、すごくこう、もう塩澤さんに全面的にこう信頼している感じが伝わってきてたのね。はい、っていうわけではないんでしょうけども、最初からね、面接の時からお付き合いしてますので、それもあるかもしれません。ありがとうございます。はい、先ほど見ていただいた、映像なんですけども、結構日本語、来日2年目にしてはですね、日本語はかなり上手なのかなというふうに感じました。で、今介護の現場にですね、来る外国人っていうのは、他の、例えば技能実習生だったら、他の技能実習生よりもやっぱり日本語レベルは、ある程度上達してないと介護のところで働けないっていうのもあるんで、うまいのは当然なのかもしれないんですけども、そんな中でですね、全国的に、今の現状ですね、外国人材の傾向についてですね、ちょっとお伺いできればなというふうに考えております。で、外国人の傾向といっても、具体的には国籍ですとか、あとはその能力、あと勤勉さ、この辺についてですね、小野寺さん何かありますでしょうか。そうですね、実際に私自身も今5カ国以上 の、 方々と一緒に仕事をさせていただいておりますけども、正直こう国によってですね、やはり今おっしゃられたようなこの国民性の違いですとか、あとはやはり宗教上 の、 考え方の違い、文化の違いというのはあると思います。ただ実際にこう付き合っていく上でやっぱり人材次第だなというのは改めて感じておりますし、ここはですね、やはり日本人と同じだなというふうには非常にこう強く感じております。で、実際に海外からこういらっしゃる方々につきましても、入国後についてはですね、やはり外国人材というのはこの将来のビジョンを明確に持った状態で来日される方が圧倒的に多いなというふうに感じてますので、非常にこう皆さん熱心に日本語の勉強をされていらっしゃいます。だいたい来日1年で、先ほどのリエンさんとかもそうだと思うんですが、あれぐらい、N3 ぐらいのレベルっていうのは非常にこうやはりついてきていて、このヒアリングに関しては大枠
問題ないなというふうには感じております。ただあの課題になってくるのはやはり漢字の細かいところの読み書きですとか、あとはあのご自身のこう意識をこう伝えるためのいわゆるこうスピーキングの部分というところについては、あのやはりこう繰り返しあの練習をしていくことが必要なのかなというふうにあのやはり思います。あの ご自身であの自学自習していくにはやはりこう限界もございますので、まあ、その場合においてはですね、まあ、今いろんなこう教科書が出てきてたりですとか、あのオンラインで この教育のプログラムがあったり、まあ、いろんなこう専門的な会社もございますので、まあ、こういったものもですね、あのぜひ併用していただくことで、あの採用された外国人材 この成長率っていうのは大きくあの変わってくるんじゃないかなというふうにはあの考えております。はい、ありがとうございます。あ、そうですよね。あのもう一つちょっとお伺いしたいなと思ったのは、まあ、外国人材の、まあ、他県とのですね、この獲得競争みたいのも多分あると思うんですね。やっぱりまあ今コロナの状況で、まあ、外国人入ってくる外国人はまあ限りなく少ないというところだと思うんですが、まあ、その中でもですね、やっぱり奪い合いみたいなのがあるというふうに伺っております。その辺はちょっと何か情報というかありますでしょうか。そうですね、あのおっしゃる通りでして、まあ、その日本国内においてはあの いわゆるこう図式でいくと今あの求人者と求職者の割合でいくとやはり求人の方が多くてですね、求職者が少ない、まあ、倍率が高いというのが今の日本の国内の現状だと思いますけども、あのまだこの制度が、まあ、技能実習もそうですし特定技能もそうですし、海外からの人材をこう積極的に受け入れていくというところに考えたときに、あの海外現地で待機されている求職者の方が現時点でいくと多いんですね。はい、なので、まあ、他県さんの特徴でいきますと、やはり国内ではあの、まあ、しっかりですね、いい人材を採用していこうという動きはもちろんあるんですけども、あの県によってはその海外からですね、このダイレクトであの県で働きたいよという方々を、まあ、採用される、そこに対してあの県として施策を打っていっている県あのエリアというのもあの昨今増えてきておりますので、まあ、この辺もですね、まあ、外国人材自体はやはりこう少しこう給与条件のいいところに行きたいとかですね、あの都心部で働きたいとかっていう意識があのどうしても出てくる方も多いんですけども、まあ、あの ここを逆に言えば、まずはあのこの例えば栃木県であれば栃木県で採用して、そこからですね、まあ、次のステップとして定着をさせていくというところがやはり重要課題にはなってくると思いますので、まあ、この辺の意識というのはぜひあの皆さん同じように持っていただいたらいいんじゃないかなというふうには思います。のウィル・オブ・ワークの横井さん、何かありますでしょうか。はい、では弊社がですね、国内の在留者を対象に特定技能のご紹介をさせていただいているというところがあるので、ちょっとそのあたりの、現状をお話しするとですね、まずあの介護を希望される方は非常に多いという印象を持ってます。あの理由はとてもシンプルでして、もちろん目上の方が好きというところもあるんですが、やはり介護の仕事を一番日本語を使う、この日本語を使う頻度をやっぱり上げたいということを思っている子たちが多いので、まず介護は人気があります。で、先ほどお話に出たように、確かにですね、1都3県を中心にした、都市部に人気が集まるものの、一方で集まるがゆえにバーが上がるんですね。なんで、通常 N4 でもいいところがやっぱり N3 ですとか、場所によっては N2 以上じゃないと無理っていうので、まず行けない子たちがいます。で、よって、何か給与だけではなくですね、例えば結局都市部で働いていても、あの要は喧騒に疲れてしまってもうちょっと静かなところで働きたいという希望者も実際いらっしゃいます。で、あとはあの、まあ、環境売りにされているところも多くてですね、やっぱりこう都市部、要は逆に言うと遊ぶところが多いというところだとやっぱ気が散ってしまうので、集中してやっぱ日本語介護の勉強をしたいので、ちょっと都市部から逆に離れたところがいいですという子たちも実際いるんですね。なのでそういう子たちを取るために、まあ、給与というところよりかは、まあ、環境ですとかそういったところで押していけば、十分あの全国対応は可能かなと思っていまして、逆に1名入った後はですね、その子をしっかり定着させることで、Facebook ですね、何も言わずともここの職場すごくいいというのを発信してくれるんですね。そうするとまたその友達があのぜひそこで働きたいから紹介してくれないかというような依頼が入り、再度、2名目3名目という紹介をする、こういった事例もあるので、国内ですとそういう流れがいいのではないかなと思います。
はい、ありがとうございます。確かに外国人のこの SNS とかでのネットワークはものすごいというふうに聞きますね。本当に何て言うんでしょう、まあいい部分も悪い部分も正直なところが SNS で流れちゃうっていうのが あると思うんですけども、でまああと環境についてはですね、まあ確かに給与面とか、あと都会に憧れを持って、まあ三大都市部に、人が多く集まると思うんですけども、まあ、正直栃木県も悪いところではないというふうに考えています。まあ自分も県職員なんでそう言うんですけども、まあこの県はですね、まあ宇都宮から考えてみると、まあ、電車1本でですね、本当に新幹線とかも使わずに東京に出れますし、まあ、なかなか住みやすいところなのかなというふうに感じます。どうですか、実際昔都内とかで働かれてた堀江さん、都内と栃木県、どっちがいいなって思ってます？いや、なんですか、やっぱりこの時代によって違うんですよね。私やっぱり高校時代まで栃木で、生まれて、高校まで行ってですね、その後東京に憧れて出てきましたけども、その中で揉まれながらですね、その人間関係を作っていくよりは、常に実家に戻った時に幼なじみ、学校、まあ、中学時代の友達とかそういったが、まあ、やつらというとこう飲んで話をしたりすごい、楽しい。で今60になった時にここに戻ってきてるわけですけども、すごく住みやすいなっていうのに気がついたんですよ。あと、まあ、うちの女房の話するとタイから、タイ人なんですけども来た時は栃木って都会ねと言ってました。おー、うん、まあ、やっぱりその、まあ、都会という感じる、現地での生活環境、それと、こちらの生活環境、まあ、それぞれ適したところは合致したところはあると思うんですけども、その中で過ごしてみれば都だというのは、外国人も理解しているんじゃないかと思います。なんか結構県に来ている、まあ、この介護の職種だけではなくて他の製造業なんかでも来ている外国人の話を伺うと、やっぱり地元、まあ、母国の地元がですね、まあ、都会ではなくてやっぱりちょっとカントリー、まあ、田舎ですね、田舎っていうところもあって、やっぱり都会よりはまあのんびりしたところに住みたいっていう方も結構多いみたいですね。でなんで栃木県に住んでもらえれば本当にいいんじゃないかなと思うんですけどね。すぐ東京にも行けちゃうし、那須とかね、あっちにも旅行すぐできちゃうし、まあなんか魅力がまだ伝わってないんですかね、これは。はい、すいません。ではですね、あれ、岸本さん何かありますか？はい、先ほど、岩崎さんから外国人材の方は将来のビジョンを持ってきている方が非常に多いのでって話があったんですけれども、具体的にその持ってるビジョンっていうのはどういうものが多いとか、バリエーションがっていうのをお聞きしたいんですけれども。そうですね、まあ、これはどうしても私どもが今教育をしている学生に対するアンケート の結果にはどうしてもなってしまうんですが、95% の方がやはりまずは介護福祉士、ここをしっかり取りたいという意欲を持ってます。はい、で実際にこう、まあ、今教育させていただいている特定技能生の子たちに関しては、先ほど中山様がおっしゃってたような、いわゆるこう 各国のですね、よりこう田舎の地域に住んでいる子たちが私ども多いもんですから、実際にそのご家族であったり、あとはまあご兄弟、まあ、親御さん含めて家族を代表してこう日本に出てくるんですね。はい、でその中でしっかりと、まあ、お給料を稼いで、そのうちのお金をこうご家族に送ってですね、やはり貢献していきたいっていうふうに強い意志を持っている方々が圧倒的に多いもんですから、そういった いわゆるこう家庭を守るというところの感覚値というのは、まあ、若い子たちではあるんですけども、まあ、日本人と比較するのはあれですけども非常に強く持っていると、はい、ここ のハングリーさというのが圧倒的な違いなのかなというふうには感じております。そうすると施設側からしてもこう長期的に定着して働いていただける人材ということで期待ができるということになりますでしょうか？
っしゃる通りだと思います。でこれは技能実習特定技能関係なくですね、やはりそういった意識を持っている外国人の割合というのは非常に多いと思っております。ありがとうございます。あともう一点、今度はでは横井さんにお伺いしたいんですけれども、先ほどの転職問題、転職の話が出たと思うんですけれども、はい、やはりこう施設さんからすると転職をされてしまう、よその県であるとかよその施設に行かれてしまうっていうのがすごくこう気にされているところ、懸念されているところだと思うんですね。で、はい、なのでこう転職をする方の気持ちとして、どういう理由でその転職っていう選択肢を選ぶのか、そこを理解できれば逆に転職されない施設になれるんじゃないかというふうにも思ったんですけれども、いかがでしょうか。あ、はい、かしこまりました。すみません、先ほど転職というまず括りを一つしてしまったんですが、今最も多いのがですね、他業種の技能実習生2号終了したタイミングで特定技能が、当時なかった特定技能が始まったので、まず今度はちゃんと介護に挑戦してみたいというすごく前向きな介護側への転職ですね。でここが候補者として上がってくることが多くてですね、まだ実際特定技能を介護で始めていて、転職をしたいという子って割合としてはやっぱり多くはないんですけれども、実際にいます。でやっぱ話を聞くとですね、ここも日本人と同じかなと思うんですが、まず当初面接の時に聞いていた条件と実際働いた後の条件が違うと。これは仲介してる会社が問題だと思うんですけれども、明確に伝わってないがゆえに条件が違ってしまったというのが、ごくわずかです。で、あと大半はですね、やはりコミュニケーションがうまく取れなかったという子たちがやっぱり多いなと思ってます。それはなんて言うんでしょう、ちょっとやっぱりこう壁があって、施設の方とうまく話せなかった、一緒にこう話すシーンっていうのはすごく少なくて、ちょっと疎外感を感じてしまった。ですごくそう寂しい気持ちが大きくなったんで、ちょっと気分一新して転職してみようと思いましたという子たちがまず多いです。なので、僕ら側そういったこう詳しくヒアリングした上で問題なしそうであればご紹介させていただくこともあるんですけれども、まず一つ1年以内での転職を希望しているものに関しては必ず何かしらの要因があるので、仲介会社経営でもいいので、しっかりそこの、なんていうでしょう、本質の部分をきっちりとヒアリングをしていただく。ここがまず一つ重要だと思います。あとは逆にその、特定技能ってトータル5年間で、その中で、介護福祉の資格を取りたいといった場合に、先ほど小野寺様のお話にもあったように、3年間で N2 まで日本語レベルを引き上げて、かつ実務者研修を終了し、4年目、5年目で介護福祉の資格を、試験を受けれる。この状態までいかにスムーズに持っていくかが勝負になるので、変な話、もし1年間での日本語の学習等々が甘い場合、追いつかない可能性が出てくるんですね。なので、その子が持っている現在の日本語の資格だったりですとか、どれぐらい日本語を熱心に勉強できるのか、というのを、実際面接等々で聞いていただいて、問題なければ採用というのが、我々の見解になりますね。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。あ、すいません、岩崎さんか横井さんにちょっとお伺いしたいんですけど、今ちょっとチャットで質問がありまして、実際にはですね、平均値なのかな、何年くらい、日本で働きたいって思ってる方が多いのかなっていうご質問ですね。あとはその家族を呼び寄せて、日本にですね永住したいと考えている方って大体どれぐらいなのかなって、もし分かれば教えていただけると幸いです。じゃあ岩崎さんよろしいですか。はい、かしこまりました。そうですね、もともと技能実習がスタートした時点ではまだ特定技能という制度がございませんでしたので、その時点ではやはりまずは3年間しっかり勤めていきたいという方々が圧倒的に多かったと思います。ただ現在その並行して特定技能の制度も2019年からできておりますので、技能実習生に関しても少なからずですね、その実習終了後に特定技能に移行して、でさらに介護福祉士を取りたいという方々の層というのがだいぶ今増えてきたのではないかなというふうには感じております。ですいません、ちょっとここの比率は私もなかなか特定技能の方がメインでやってますので少し
分かりかねるんですが、すいません、ちょっとそこはご了承いただければと思います。で、逆に特定技能に関しては、もう明確に5年間働きに来るというところのモチベーションと、あとはその後の介護福祉士を取って、最終的にはしっかりとビザを更新してですね、介護福祉士として、まあ、10年20年長く在留したいという方々が圧倒的に多いです。これは当初調べであってもやはり 90% 以上でございますので、この感覚値としてはやはり多いなというふうには感じております。ありがとうございます。横井さん、何かありますか？はい、僕らも同じ感覚を持ってまして、やはりずっと日本で働きたいですとはっきり口にできる子の数がやっぱり圧倒的に多いなという印象を持ってます。で、その他でもまあずっとという言い方をしなくても、それこそ10年間ですとか20年間は日本にいたいですと口にする子たちがやっぱり多いですね。なので10年以上ですと、もちろん介護福祉の資格を取ってないと、そこまでいられないというところがあるので、もちろんそこを狙ってという部分です。あともう一つ質問にあった家族を祖国に置いてこちら側に出稼ぎをしている子たちの中で言うとですね、介護福祉士の資格を取ったらやっぱり家族もこっちに連れてきたいという子に関しては半数ぐらいのイメージでしょうか、50% ぐらいのイメージですかね。もちろん祖国が、好きというところもありますし、本人が帰るという意味ではなく、家族はずっとベトナムで、自分は介護福祉の資格を取って日本で働いていたいけど、家族をこっちに呼んでくるつもりはないというような子たちもいたりします。おそらくこれ、ネガティブな内容ではなく、やっぱり、物価含めて祖国の方が安い場合が多いので、いかに1円でも多くの仕送りをするための選択として、家族別々で暮らして家族を稼ぐという選択肢を取っている可能性が高いかなと思ってます。あ、はい、ありがとうございました。そうですね、なんか堀江さん、今の、視聴者の質問に対して何か現場、企業の感じたこととかってありますか？はい、確かにですね、技能実習終わったらどうしますかっていう質問の時に答えが戻ってくるのは帰りたいという一言なんですよね。で、帰りたいっていうのは何なのって聞くと、家族に会いたい、で家族に会いたい、で会ったらどうするのって話をすると、また戻ってきたい、戻ってきたいっていうのは、今働いている環境が、非常にいいので、また戻って働きたいっていう、その帰りたいっていう意味をですね、もっと深く、どういう理由で帰りたいのか聞いてみるっていうのが必要かなって最近思ってます。皆さんやっぱり、慣れた仕事で、日本で働いたその、費用をですね、家族に送って家族が幸せになってるというのを見て、いますので、そういったところを継続していきたいっていうのが心の底にあるんだと思います。はい、ありがとうございます。もう一つ質問が来ましたね。少々お待ちください。そうですね。今、メッセージでですね、やっぱり特定技能で、日本でずっと働きたいというのは、言うけども、実際のところは先が、読めないというようなご意見も今いただいております。ですね、施設の方にとっても、実際どうなるかっていうのは、確かに、在留期間っていう期限があるので、実際のところはそういったところで先が読めないっていうのも確かに現状としてあるのかなというふうに感じますね。すいません、ちょっと私にもなんかチャットが入ってるんですけども、質問内容この方のちょっと読み上げますと、技能実習生をですね、ベトナム2名、インドネシア3名受け入れておりまして、もうすでにJLPT の日本語の試験もですね結構上達されていることから、日勤早番遅番のシフトにも慣れていますと。で、今後その夜勤のその勤務を検討しているのですが、
まあ、何か失敗事例とか成功事例っていうのを伺いたいっていうチャットが入ってるんですが、ちょっとこの場で、何かあのコメントいただく方、いただける方いらっしゃいますでしょうか。これ私への、まあ、質問なんで、あの私がまた調べて、お答えすることも考えたいと思いますが、ちょっとこの場あのチャットが続きましたんで、お話しさせていただきました。から、はい、的確な答えがどうか分かりませんが、そのシフトで早番に慣れて、まあ、夜勤として配置していいですよと言われるときからは、私どもは夜勤に入っていただいております。その前はやっぱりあの2人でおればということで、指導あの正規の職員とペアでもって入って夜勤シフトを、まあ、経験しておくといったところを経て、まあ、特段夜勤を特別に扱ったということはうちはないんですね、はい、むしろ問題なのはその配置されて1年目夜勤はできませんので、それで夜勤ができますよという時に、今はもううち5名いて5名とも夜勤入っていただいてるんですが、その本当は1陣目が来て2陣目が来て3陣目が来れば毎年夜勤のできる、1年目はできないんだけども、できるがつながるんですけど、このコロナで2年間入っておりませんので、もし今いる5名の方のうちは多分2名の方はお帰りになると言ってました。で残りの3名の方は残られるけれども、その夜勤のできる人員が一時的にやっぱり減ってしまうんですね。あの二陣で受け入れている技能実習の方できませんので、そういった意味では毎年来られて、当てにしてしまっているところがあったので、そこの不足分をやっぱりこう補うっていう課題が今はむしろ逆にあります。あの戦力になっていることは事実で、夜勤をあのまあ日本人もおりますのでね、あのなんて言うんでしょうか、あのフォローしてあげながら、あのむしろ逆に今度はあの日本人の方でも後から入った職について夜勤の流れを教えて差し上げてるということもなくもないので、あの心配しなくていいんじゃないのかなというのが私の感想です。そうですか。あのその夜勤のための何か準備っていうのはされたんでしょうか。やはり先ほどのあのプラスアルファであの体験しておくという期間を、まあ、相当、まあ、3月ぐらいは経たかなと思うんですね。これによって自信つけていただくことじゃないでしょうかね。要するに情報量なので、昼間のケアの情報量と夜の情報量というのはまた違いますので、あとはあのユニットあのによって自分のユニットだけと少し夜勤の時はあの守備範囲が広がりますので、この体験だけしておけば不安なく導入できるのではないかと思います。ありがとうございます。あの今いただいたコメントでですね、やっぱりあの夜勤をまあやる基準、まあ、夜勤をやらせる基準っていうのでですね、まあ、これ特定技能なんですけども、まあ、日本語のですね勉強、試験の勉強ですね、 JLPT の試験の勉強を、まあ、その事業所の中でやっていると。で、まあ、N3 を合格したらですね夜勤に入らせるとかっていう取り組みをされている事業所もいるとのことです。私もちょっと介護の現場よくわからないっていうのも失礼なんですけども、あの経験がないので、あの夜勤と日勤でやっぱ大きく変わる部分ってあるん、どの辺で大きく変わるのかなって、ちょっとなんかもし変わってるところがあれば教えてください。先ほど言いました一番の違いはやっぱり守備範囲なんですね。あのユニットケアは10名の単位を見てますけれども、夜になるとその3ユニットを2名というふうになりますので、日頃配置されているユニットではない入居者の方々のケア情報もあの申し送りで入手をし、また個別のケアに反映させなければいけないところがあります。であとは夜勤の組み合わせというのはあの、まあ、施設さんによっていろいろだと思いますが、スタッフがその固定されたスタッフではなくてパートナーがまたこうその都度その都度違う人と組んでいくことになるんですね。そうするとあの日中だとあのそこのコミュニケーションがうまく取れなくても誰かが助けてくれるスタッフがあのサポートできるんですが、夜勤になるともうそのスタッフと数時間一緒に仕事していくわけなので、これもまた違いますね。だからそういう意味じゃ組み合わせが違うというのがスタッフと入居者両方において発生すると。それをあらかじめ頭に入れておくと、あの、まあ、あとはこの関係を作っておけば夜勤は成立すると私は思っております。
あとは、まあ、非常時の対応というのも、あの心細さが夜勤には一番ありますので、例えばその時にはどういうふうに連絡系統を取ればいいか、あるいはどういうレベルの時に、あの上長への、あのまあ、現場から指示を看護師とか、あるいはそのユニットの方の上長に仰ぐべきなのかというのをガイドラインさえ示しておいてあげれば、不安なく夜勤務まるんではないかと思います。やっぱり今お伺いすると、やっぱり夜勤の方がちょっとハードル、守備範囲が広いというところで、やっぱコミュニケーションレベルも ある程度求められてくるのかなってちょっと感じました。そうですね、夜勤の方が難しいということではなくて、把握して使う情報とスキルが、まあ、昼と夜とは別物だというところではないでしょうかね。今ちょっとコメントで、いただいています。ちょっとご意見というか、まあ、経験談をですね、ちょっとご紹介させていただきます。ユニットケアの施設です。特定技能を夜勤で20人を1人で仕事をしています。非常時の対応が、一番難しいところだと感じています、というご意見いただいております。やっぱり非常時の対応って、この非常時っていうのは、やっぱりその入所されてる方、ケアを受けてる方が、まあ、体調が具合が悪くなったりとかっていうのが、やっぱり一番の非常時ってところなんですかね。塩澤さん、いかがですか。そうですね、申し送りで、先ほどうちのビデオでもありましたけれども、例えば、看取りのような段階にある方については、まあ、いつその、まあ、看取りの最終段階が来るか分からないという意味では非常なんです。しかしそれは事前の情報で、もしこういうことになったらこうしてねっていう、やっぱり申し送りと指示ですよね。これがあると意外と非常時とはいえ想定内、あとは事故、転倒したとか、あるいは何かお怪我をされたとかいうこと、あるいは日常の入居者でないショートステイっていうサービスがあるんですが、この方などは十分に日頃の様子が分からない方がいらした時にどう対応したらいいのか分からないとか、そんな時の指示系統があるといいのかなと思います。もう一つは非常時というのはあれでしょうかね、例えば地震が来て何かの装置が働いて、アラームがずっと鳴ってますとか、まあ、そんなこともあるのかな。でもそれはまあ日本人が技能実習の方問わずなので、日頃のマニュアルなのかなとは思いますがね。なるほど。もう一つ今チャットで来ております。さっきの続きですかね、今非常時の対応っていうところで、オンコール、ごめんなさい、私も今ちょっとネットで検索したら、オンコールっていうのは多分待機のことなのかなって思うんですけども、非常時に待機するっていうことなのかなと思うんですけど、塩澤さん、何か分かりますか、このオンコールっていうのは。ですね、うちでいうオンコールっていうのは、看護師などが持っていて、帰宅はしてるんですけれども、コールで、電話があれば指示を出すよ、時によっては駆けつけるよっていう体制のことを実はオンコールって言ってるんですね。なので、バックアップ体制のことですね。それを上手に使えるようにしておけば、夜勤者も安心っていうことではないでしょうか。だから、まあ、例えば、夜勤で外国人の方が夜勤入っているときにも、まあ、分かんないことがあれば、外国人がその方に電話して、まあ、的確に指示が伝えられるような状態が、まあ、一番望ましいっていうところなんですかね。まあ、その直接につどつど指示を仰ぐというよりは、そのやっぱり夜勤はチームで行ってたりするので、完全に一人だった場合は別ですけれども、現場で解決できることと、それは現場判断でやっぱりそのオンコールに指示を仰ぐ必要のあることとあるのではない、つどつどオンコールをかけてたのでは多分身が持たないと思いますので、まあそこら辺は施設さんによって当然なんて言うんでしょうか、アドバイスを求めるレイヤーっていうのはできてるんだろうと思いますけど、うちの場合はだからオンコールで私仕事が分かんないんですけどっていうことはまずないですね。これは現場で夜勤のチームで解決しているはずです。なるほど。今コメントを続けていただきました。まあ、外国人が、まあ、看護師に電話をかけるっていうことですね。まあ、ただ外国人だとやっぱ対応できないことが多いというのがあるので、まあ、他にいる、まあ、日本人の方が対応するっていうこともあるようです。はい、コメントいただいた方、ありがとうございます。ではですね、
場面がですね、まあ、ちょっとガラッと変えまして、今度は技能実習生の仕事場以外についてですね、ちょっと密着取材してきました。まあ、5分ぐらいの短い動画なんですけども、ぜひご覧ください。ではどうぞ。ここおうち？ここみんなで台所使うの？はい、へえ。もう綺麗ですね。うん、綺麗。今週は。ここでみんなでご飯食べるの？はい、あ、洗濯機外に2台あるんだ。あ、みんなじゃあここで洗濯して、はい、洗濯はみんな別々？別々、あ、別々なんだ。これゴミの分別の方。へえ。ゴミの分別日本細かいですよね。うん、ねえ、やるまで大変だったですよね。これなんか当番決めたやつやる。あ、当番。うん、みんな施設の人いい人だよね。いいよ、お米もいっぱい、うん、お米そうね。あ、お米もらった。お米ってどれ、これ、見たい。お、すごい。うわ、すごいね。助かりますね、これだけもらえたお米ね、主食だから。食べきれない、もう持ってます。他のお友達の施設とかであるんですか？なかなか聞かない。ない。うまくいっちゃう。嬉しい。何も分かってない。あ、全部揃えてくれて。私たち来るのは何も買わない。へぇ、はい、全部ある。他は自分で買うところもあるの？うん、掃除順番。掃除順番。で、これ20号。そうなの？はい、でもベトナム号。ベトナム号。これね、敷いたら、これ、して、みんなが分かる、うん、これ、ちゃんとみんなこれ守ってやるの？はい、それじゃ、これ、ゴミは1週間、うん、床、掃除、どんなところ掃除、2日間、1回掃除。ああ、そうなんだ。だからこんなに綺麗なんだ、ちゃんとやってるから。今日は、そう、下が25日。これ、掃除当番の人はお仕事が終わってから掃除するの？あ、はい、仕事終わって掃除して、うん、え、これ何人が書いてあるんですか？これ内容の掃除。あ、何をするか。はい、ちゃんと決めてある。なるほど。これ誰が作ってくれるんですか？私たち、自分たちで、うん、会議じゃない、5人一緒に相談して、お話しして。あ、そうなんだ。こういうの作った方がいいよねって話になったってこと。喧嘩しないようにね、大切ですよね。確かにね、役割分担大事ですよね。はい、はい、じゃあどうも、ありがとうございました。また、はい、また頑張ってくださいね。はい、頑張ります。お疲れ様でした。ではですね、今見ていただいたビデオのところでですね、まあ、今まあ、YMCA さんでは宿、道場塾をですね、用意して、まあ、そこに外国人の方が住まわれているというところなんですけども、まあ、この寮とか生活面でですね、何か施設側で、まあ、支援というか工夫されているような、外国人のために工夫されているようなことって何かありますでしょうか？この今見ていただいた以外のもので。はい、本来の私たちの住環境の提供のなんていうか計画としては、初年度1年目は共同生活をしていただいて、宿舎にと思ってました。で、2年目からは、まあ、もう少しフリーなうちの持ち物件ではなくて、地域に契約物件を探して、まあ、そこで生活してもらおうかなというふうに思ってたんですね。だから1年目は全て施設の範疇の中にある生活空間で慣れていただいて、2年目は地域で生活していただいてというふうに思ってましたが、まあ、後からの方がいらっしゃらないので、今はそのまま引き続き住んでいらっしゃいますけど、そういう、なんていうんですか、日本で暮らすステップも、だんだん自立していっていただこうかなというふうには計画してました。ありがとうございます。ではですね、まあ、今 YMCA さんのその、
受け入れ体制についてちょっとお伺いしたわけなんですけども、まあ、他の事業所さんとかでは、まあ、具体的にどんな受け入れの支援をされているのかちょっとお話を伺いたいと思います。小野寺の岩崎様何かありますでしょうか。そうですね、まあ、最低限必要なこう生活支援の項目としてはやはり生活の、まあ、生活事情ですとかまあ、労働条件こういったものをですねまずは入国前にしっかりと事前にですね教育をしていくというところが必要だと思います。また一気にですねすべてのことをこうお伝えしてもなかなかこう、まあ、把握できない部分もございますのでやはり入国後についてもですね引き続きサポートしていくということが重要かなというふうに考えております。まあ、あとはいくつかちょっとこう注意点として共有させていただきますと海外とですねこの日本の中でいきますといわゆるこの雇用条件そのものであったりですとか社会保険料の考え方っていうのがやはり異なってまいりますので先ほども転職のちょっと理由としても挙げられておりましたけどもこの辺をですねしっかり、まあ、給与であったり条件あとは控除そういったところも事前にですね丁寧にご説明をいただくということが必要なのかなというふうには思います。まあ、その他通院の仕方ですとか先ほどもございましたけどもやはり通院の仕方ですとかあと私どもがこうサポートしている中でやはり体調不良時にすぐに病院にかかるのではなくて、例えば母国で その鎮痛剤であったりですとかそういったものはじゃあ日本だったらバファリンに相当するんですよとかですねそういう具体的なこう事例もこう交えながらこういう時にこういうふうにした方がいいとかこういうものを取った方がいいよとかっていう生活に必要なこう情報っていうのも適時ですね、支援させていただいている外国人の方には情報の方を配信させていただいております。はい、ありがとうございます。ウィローバーグ横井様、このまあ生活面においての工夫ということで何かアドバイスみたいなのはありますでしょうか。はい、そうしましたら私の方は実際にですね、まあ、問い合わせがあった内容等々の共有できればと思うんですが本当小さいところで言いますといわゆる郵便の再配達ですね再配達はがきが届いたときに、読んだだけだとわからないからちょっと代わりにやってほしいというような要望が来たりします。あとはですね、いわゆる訪問営業の交わし方といいますか、やっぱり安い家に住むとオートロック等々がないので、普通に訪問営業が玄関前に来ること、これも想定できるかと思うんですが、実は結構いい子たちが多いので、何の警戒心もなく家にあげちゃうという事象もですね、実際発生したことがあります。これもちろん事故にはギリギリならなかったんですが、結構危ないので、そういうところも本当知らない人が来たら玄関は開けちゃダメだよというような基本的な教えですね。これもすべきだと思います。で、あとは、弊社もちょっと重点的にですね、させていただいているところで言うと、やはり、恋愛面のところです。若い子たちがやっぱり非常に多いので、まあ、近くの施設にですね、同国籍の、まあ、異性が働いていたですとか、コミュニティからですね、恋愛に発展してしまうことっていうのはどうしてもあるんですけれども、これはやっぱり止めることはできないんですが、いわゆる性教育的な部分はですね、しっかり教えておかないと、妊娠という事象から、まあ、もちろんめでたいことではあるものの、まあ、実習計画をこれから遂行できないということで強制帰国になってしまったりという本人にとってもプラスがない事象が起こったりするので、この部分は、結構きっちりと教育するようにしています。というのがアジア圏の場合前述されたようにFacebook 上とのですね、いわゆるなんて言うんでしょう嘘のようなこうすればそれこそ否認ができるというようなそれこそデタラメのような動画が出回っていることも結構多くてですねその性教育の文化というのも国によってはまだまだできていないのできっちりと同性の職員さんからですねそういったいわゆるガイドブックのようなものもありますんできっちり説明をしてあげて万が一そうなってしまうと帰国せざるを得なくなってしまうから気をつけるんだよという普段からの声かけとともにしていただくのが良いかなと思います。はい、ありがとうございます。ではですねちょっと時間も押してきてるんですが、技能実習生、まあ、今この YMCA さんで働いているこの技能実習生のまあ今後について、まあ、どういう将来を今描いているのかということで、インタビューしてきましたのでその動画をご覧ください。大学では何を学んだんですか。私看護師。看護師。ベトナムの看護師さんの資格を持ってる。はい。どうして看護師を選んだの。選んだのは、世話してみんな
元気になってちょっと気持ちいいくなってるからそれ好き。タイ語も似てますね、そういう意味ではみんなを、はい、ちょっと似てますから日本行く前にタイ語を選んで。タイ語の仕事は持ってたのと同じ違います、うん、違う、施設が少ない。あ、ベッドになるから外語はあまりいない。そういう仕事が、こういう種類の仕事がない、別に、うん、施設とかね、少ない。お年寄りはどこで暮らされてるんですか？年寄りはお子供を一緒に住んでる。あ、施設は、ね、値段高いから、うん。みとりはベトナムの方でも経験はありましたか？経験あります。あ、看護師さんをされてた時、うん、ベトナムと日本で何か違いはありました？うん、違います、うん、でも大体人間同じぐらいです。すごくその時の様子が新井さんの話ではご家族の方からもすごくあのユーザー感謝されていて、うん、素晴らしかったってことなんですけど、うん、その時、うん、そろそろなくなるから、うん、状況、はい、だから、うん、お金も使えて、うん、それだけちゃんと入れあの、まあ、リエさんとしては今2年目はい、2年ぐらいですかね。日本に来て丸々2年ぐらい。来る、日本に来るときは何年ぐらい日本にいるつもりでいらしたんですか？ここ契約は3年間。今で出社からみんな契約3年間。来るときはどういう気持ちだったんですか？5年間は大丈夫。3年間は長いよ。今その来る時の気持ちと日本で2年間働いてみて何か気持ち変わったりはありますか？気持ち、うん、気持ち変わってない。変わってない、うん、気持ち大丈夫。前は日本行って、はい、たくさんいろんなとこ、うん、ことは分からない。ちょっと怖い、うん、そうですよね、ちょっと心配でも前みんな、うん、いても困ることがありますか聞いて、あと安心、困るとき、はい、新井さんと施設と電話して教えてくれる、はい、だから大丈夫。今ほとんどみんな慣れた。技能実習は一番長くて5年間っていう制度ですよね、はい、その先に特定技能っていう在留資格があるってご存知ですか？知ってます。あ、知ってます。あ、知ってますか。あ、な、それはどこで知りました？あ、インターネットで特定技能にこう移行したいって言っているお友達とかお知り合いの方っていらっしゃいますか？あ、みんなもう、うん、今来年契約終わったから今みんな考えてるね。あ、そうなんですね。リエンさんはどうですか、特定技能に移行、あの、移行変更することも考えようかなという感じなんですか？うん、ここを残るも大丈夫。残る大丈夫だね、うん、は私たち友達、うん、20人が20人、うん、栃木県、うん、いろいろ施設働いてます、うん、でも今ここ一番いい施設、どういうとこが一番いいって思ってるんですか？本当本当、うん、住んでるところと仲間も大丈夫。今私生活より全然大丈夫。お部屋は別シナリオある。さっき特定技能の話もありましたけど、その上に在留資格、介護っていう資格があるのってご存知でした？あ、知ってます。あ、それも知ってます。あ、介護福祉士の資格を取るとそれの在留資格介護で長く、ま、日本にずっと住めるんですけれども、そういうのって興味あったりしますか？あ、知ってます。あ、そうですか。介護、ラジオシカロ、うん、介護で10年間、うん、あ、10年できる。あ、ずっと、ずっと大丈夫です。あ、ずっと、ずっと、はい、家族も一緒に呼べる。はい、介護福祉士の合格をすればその資格とかも取れるんですけれども、試験にもチャレンジしてみたいなとかそういう気持ちってあったりしますか？条件は介護5年間して受ける条件、うん、予定でしょ、受けるでしょ、うん、だよね。
そうすると長く日本で働くことも考えられてるっていうことだと思うんですけれども、日本で長く働きたい理由ってありますか？子供が日本は漫画を見て、とテレビでも映画見たらちょっと日本綺麗だ、景色も綺麗、はい、とも一回行きたい。他の国と迷いました？迷ってない。迷ってない、あ、嬉しい。僕ね、日本は有名な国。あ、そうですか。みんな安全から。あ、安全はやっぱ魅力的な、と泥棒もいない。泥棒もいない。うーん、と綺麗ゴミ、それもゴミない。うーん、他の国迷ってない。迷ってない、そうですか。はい、今他の国に行く選択肢はなかったっていうお話で、やっぱ嬉しい限りだなと思いました。で、あと、まあ話の中でですね、まあ今技能実習、まあ3年契約というお話がありましたけど、まあ5年間働きたいというようなお話もあったんですけども、さらにその上ですね、まあ当然特定技能って話もあるんですけども、さらにその上で在留資格介護というものがあると。で、やっぱりこれは、まあ長期的に働くためにですね、やっぱり取得し、まあ取得、長期的に働くにはこの取得が必須だというところで、まあ勉強もまた実地でのですね、訓練というかですね、のも必要になってくるかと思うんですけども、まあそれでですね、まあそれを取得するためにですね、まあ県とか、まあ、自治体ですねが行っている事業なんかをですね、まあ、ちょっとご紹介させていただければなというふうに考えております。岸本さん、なんかその辺で何か情報ってありますでしょうか？はい、そうですね、今お話がありました通り、受け入れの当初はどうしても在留期限がある外国人材ということで、まあ、将来的には帰国を前提した職員というふうに捉えられている、まあ、傾向があったかと思うんですけれども、まあ、今現在受け入れがこう何年も進んできた中で、まあ、現場で活躍をしていくにあたって、まあ、長期的にできれば長く一緒に働いてほしい職員というに期待値が高まっているというのをすごく感じております。まあ、で、長期的に働くにあたっては、話の通りですね、介護福祉士の国家試験、そちらの方に合格をする必要があるんですけれども、そのためには、まあ、日本語の学習やその試験勉強、あとは試験を受けるための実務者研修の受講といったハードルというのがいくつか出てくるわけです。で、県といたしましては、今現在ですね、技能実習生や特定技能の方などを主な対象としたオンラインの日本語の研修、まあ、介護に特化した日本語の研修というのを少人数のレベル別で実施をしております。まあ、その研修の中では日本語能力の向上とか、まあ、介護の知識の向上というのはもちろんなんですけれども、その毎週毎週同じメンバーがこうオンラインではありますけれども、一箇所に集まって学びを続けるというような勉強のスタイルのために、その研修の場自体が一つのコミュニティ、まあ、心の支えみたいなものになっているというような側面などもありまして、みんなで頑張っていこうという気持ちが学習への励みにもつながっているというような好循環というのを感じているところです。ただ外国人材そのものではなくて、そちらを支える日本人職員の方を対象とした事業なども実施をしておりまして、まあ、県内でも外国人材を指導されている日本人職員の方たくさんいらっしゃると思うんですけれども、そういった方たちが抱えているお悩みですとか、まあ、素朴な疑問、あと意見交換といったことができるような場ということで、日本語で介護カフェというカフェ形式のですね、気軽な場というのを、県として設置しております。まあ、そのような県の事業なんかもですね、積極的にご活用いただきながら、外国人材の活躍推進というところで取り組んでいただければと思います。ありがとうございました。やっぱり今後、まあ、採用して、まあ、働いていただいてっていうのもそうですけど、まあ、定着っていうのが一つキーワードになってくるのかなというふうに考えています。ではですね、まあこの定着するためのまあツボというかですね、ポイントですね、ちょっとお伺いしたいと思います。小野寺の岩崎さん、何かありますでしょうか？はい、そうですね、やはりまあ、日本人も外国人もここはもう同様だと思いますけども、一番大切なのはその、まあ、個人のですね、やはりモチベーション、ここのやはり維持そして向上というのが最も大事ではないかなというふうに考えております。実際にこうご利用者様ですとか、まあ、施設のスタッフ様、
とのこのコミュニケーション交流の場というのを非常に大事にしていただきたいとも思いますし、まさにあの栃木県様がこう今実行されているようなあの地域を巻き込んだこのサポート体制というのは非常に重要だというふうにあの感じております。こうやってですね、やはりあの外国人をまあ支えてくれたあの会社ですとか、あのこのまあ県あるいはあのまあ体制に対してですね、あの彼らは非常にこう感謝の気持ちを強くあの持ってあの いられますし、あの帰属意識というのがですねより一層高まって、あのここがまさにあの定着につながるんではないかなとあのいうふうに考えております。はい、ありがとうございます。ではやっぱりこの定着のポイントというところで、横井さん何かありますでしょうか。ですね、あの私の方ももちろんベースはですね、岩崎様と変わらず本人のモチベーションというところが第一だと思っています。まあ、やっぱり職場をですね好きになってもらうということが第一かと思ってまして、でそのためにはというところで言うと、先ほどご質問等々にもあったように、なんでしょう、あの本人の夢をしっかり把握をして施設全体で応援をするというのは非常に重要かと思います。もちろん3年とか5年で帰りたいという子もいるでしょうし、ずっと日本で働きたいという子たちもいますので、あの一概に外国人だからということで一括りにせずですね、それぞれきちんと話をしてあげた上で、それを施設として応援するという姿勢を示してあげることで、その子きっと施設をさらに好きになりますし、もっと長くいようというところがあるので、それは効果があるかと思います。あとは、あの、先ほど岸本さんがおっしゃった通りですね、少人数での学習機会の提供というのは非常にいい効果があるかなと思いまして、さっき言ったように、あの、Facebook などが流行っている中でですね、ここも日本人と同じかと思うんですが、夜職場に何か不満があった際に、不満を言い続けちゃうようなグループに所属しているよりかは、少しでもこう日本語上手になろう、介護うまくなろうと思っている子たちとの接点を増やした方が、絶対にモチベーションは上がるはずなんですね。なのでそういったあの少人数での学習機会っていうここも、すごく効果があるかなと思いました。はい、ありがとうございます。やっぱり、まあ、ずっといたくなる職場っていうのは、まあ、いろんな側面から、まあいろんなことが考えられるとは思うんですけども、堀江さんちょっといいですか。働き続けたい職場って、日本人も外国人も多分同じ面はあると思うんですけど、どんな職場でしょうか。どんな職場が働き続けようと思う職場でしょうかね。私ですか、それともおそらくですね、これは孤独にならない環境に自分がいるっていうところが職場でチームワークを作れて、で定着していくという流れにつながるのかなと思います。それともう一つは、何回も皆さん言われるようにモチベーションですよね。この職場で働くことで何を得られるのか、その目的をしっかり定めてあげることによって、頑張ろうと、その頑張った暁には何がついてくるのか、その辺をですね、きちんと理解いただけるように優しい日本語で話しかけてあげるということかと思います。ありがとうございます。では、マイホーム清原、塩澤さんですね、この今の受け入れている外国人のですね、の将来の展望をなんかもしあれば、ちょっとお伺いしたいんですけども。そうですね、やっぱりその私たちのところで働いていただいている5名の方にもそれぞれ の人生設計があって、それぞれのやっぱり思いがありますね。それはやっぱり選択肢が豊富にあることによってしか答えられないと思うんですね。ですから、その制度的にはいろいろ並列させて、短期戦で行く方もいれば長期戦で行く方もいる、まあ、それを応援する仕組みもあるというようなものを整備していきたいと思ってます。うちの生徒なんか残ろうよねなんて言って残ってほしいというのは本音なんですけれども、まあ迷っている方もいらっしゃるそうですね。だからそれは迷う原因までこう一緒に話を詰めてないかもしれない。どこが不安なの、どこで迷ってるのって、こういう選択する場合こうなるよっていうのをこう明らかにしていくような、まあ、カウンセリングというとちょっと言い過ぎかもしれませんが、きめ細かなサポート体制が施設にはやっぱり重要かなというふうに今思ってます。
それから感想としてやっぱ3年というのは短いなと思いました。特にその技能実習で単発3年になってますから、これサイクルで毎年ある一定のボリュームがこう増えてくるベクトルでの、3年サイクルだとすると、これは巡れば問題はないんですけれども、物理と切れる3年だと本当に施設にとっては何て言うんでしょう、育てた人材というのとの、まあ、もし別れがあるとすると、これは切ないなというのが正直な気持ちですね。ですから残りたいという方はやっぱり選択肢があって、不安が払拭されて、残りますよというふうに答えがスッと出せるような環境を作りたいなと思いました。定着率については、もう日本の人も外国の人も、まあ、介護の現場に今悪戦苦闘中ですので、より良い職場作りは、まあ、欠かすことはできないなと思っております。以上です。ありがとうございます。まあ、ちなみに、まあ、さっきも出てきました在留資格、この介護について、まあ、施設として、まあ、何か方針というかですね、こういう今後こういうふうに、在留資格取得に向けてやっていきたいとか、いや無理には進めたくないとかって、多分お話もあるかと思うんですけども、何かその辺でご意見ってありますでしょうか。やはりお国柄というか、そこで我々との感覚の違い、やっぱり最初に思ったのは、家族を残してくるとか、一族を代表して日本に来るとかっていう感覚と同時に、やっぱり家族と共に暮らしたいというのは、まあ先ほど毎晩連絡をしてたのが少し最近は慣れましたとありましたけども、やっぱりそこが家族帯同ができる選択肢が今重要だと思っています。そういった意味では日本に定着するというのは、ファミリーと共にというのもあるでしょうし、日本の、パートナーと共にというのもあると思いますので、まあ家族を含めた選択肢が今後は明らかに示される、その、まあ、ライフデザインが応援できるようにしていきたいな。まあ切ない感じしますもんね。やっぱりうちは乳幼児の子を残して、お母さんお母ちゃん頑張ってくるからねって方もいたりしたので、よくこれね来たなと、本当にもうだ、そういう意味では日本のスタッフも共感してるというか、頑張ってねってお米なんか届けるね、おばちゃんたちはみんなそんな気持ちで、お母さん頑張ってっていうのが多かったですね。はい、ありがとうございます。そうですよね、本当に母国に子供を置いて働きに来るっていうのは、本当に並大抵の覚悟じゃないなというふうに感じてます。で、さっき見せていただいた日本語の勉強する机の周りですね、まあこれ私事ですけど、自分が受験勉強の時はあんなふうにやったことはないんで、本当にまあ真面目ですごい勤勉なんだなっていうふうには思います、本当に。はい、ではですね、まあ、この在留資格介護ということについて、ちょっと、まあ、ご意見伺えればと思います。そうですね、まずはじゃあそしたら、ウィル・オブ・ワークの横井様、これ何かありますでしょうか。はい、まずその介護福祉士の取得というところがですね、そもそもこうできるできないといった話もあるんですが、まあ今後ですね、そういった教育含めたいろんなサービスが出てくるかと思ってまして、冒頭からお話にあったように、そもそものモチベーションが高い方たちにやっぱり取らせてあげたい資格として、まあ人気のある資格として今なってるっていうのが実際です。で、塩田さんおっしゃっていたように、やっぱり家族帯同ができるというのがまず一つ大きいというところと、あとはですね、取った後にどうなるかというのをちゃんと候補者に見せてあげることが重要だと思っています。例えばタイム、すいません、給与テーブルでしたり、取れたらこうなるんだよというのをまず見せてあげることが一つで、家族帯同を含めてこういうビザなんだよってイメージさせてあげることで、よりモチベーションを上げて勉強を頑張ってもらうっていうのは一つです。で、あとは、アジア圏たちのこの場合ですね、日本がまあ超高齢化社会に突入というふうに言われているものの、例えばベトナム等々ですと、この後日本よりさらに早いスピードで、超高齢化社会に突入するというふうに言われてまして、結果ですね、今日本が一番進んでいる、この介護に関してのノウハウって世界中から注目されてまして、そこの国家資格を持っているということは、将来、自分の祖国が高齢化社会になり、介護施設等々が増えてきたときに、間違いなく武器になるはずなんですね。なので、帰ろうが帰る前が確実に力になる資格であるというところまできっちりと教えてあげることで、本人たちの姿勢だったり、モチベーションを整えることができるかなと思いますので、そういったところから始めていただくのが良いんではないかなと思います。ありがとうございます。そうですね。まあ、
日本も世界から見ると高齢化社会というところ で多分そこの介護の技術っていうのは世界に比べても進んでいるものがあると。でそれが将来他の国がですね、外国がそうなった時にこの技術は生きてくると、まあ、相当確かに本人にとっての武器になりますよね、これは。はい、そう思います。はい、では小野寺ユーザーランド岩崎様、何かこの在留資格介護関係とか。そうですね、介護福祉士自体はやはり国家資格になりますので、取得されるまでにこの一定のハードルがあるというのは重々、まあ、私どもとしても理解しております。実際にここを目指す方々、成功体験失敗体験とあると思うんですけども、しっかりこれから入ってくる後輩たちにですね、やはりこういったことを伝えていっていただきたいなというふうに思ってます。外国人と日本人という垣根を、なくしてですね、とにかくまずはこの栃木県内を支える人材としてぜひ活躍していただくことを期待したいなと思っておりますし、日本の介護業界で働いていただく外国人材が増えていくことで、広い意味でのいわゆる社会貢献、ここにつながっていくというふうに思っておりますので、ぜひ皆様積極的にですね、この一歩を踏み出していただきたいなというふうに考えております。以上でございます。ありがとうございます。では、ちょっと時間もそろそろ来ますので、最後に県の高齢対策課岸本様から、一言何かありますでしょうか。はい、今の在留資格介護の関係でですね、在留資格介護取得するために、勉強を頑張らなければいけないということになると思うんですけれども、勉強というと個人でこう頑張るものというようなイメージがあるかもしれないんですが、外国人材が遠い異国の地で国家資格を取得するって並大抵のことじゃないと思うんですよね。なので一人でどうにかこう頑張るというものではなくて、やはり雇用している施設さんのご理解であるとかご支援っていうのはすごくこう大きな力になるというふうに感じております。で支援といっても直接こう試験勉強を一緒になって手伝うとかそこまでいかなくても、こう研修があるから参加してみたらどうっていうようなご案内をしてみるとか、研修がある日にシフトをちょっと融通させてあげるとか、そういった小さなことからでも非常に大きな助けになると思いますので、本日もたくさんの施設様にご視聴いただいておりますので、ぜひ施設様からもご理解をいただいて、外国人材の皆様が資格取得それぞれの描くビジョンに従って進んでいけるようにご協力をいただければというふうに思います。はい、ありがとうございました。はい、で以上プログラムはこれで終了となりますが、何か他にコメントをしたいというパネリストの方とかっていらっしゃいますか。はい、では本日はですね、長い時間にわたって本当にご視聴いただきありがとうございました。